はい、いらっしゃいませ。あ、もしもし、島くんと申します。はい、いらっしゃいませー。なんか連日、すみません。それ、えー、いいのよ。連日来てくんないと、ちょっと、あれ、もう来なくなっちゃったって思って。ちょっと寂しくなるよ。<笑><笑>はい。うん、あ、実は、僕んちは、お寺でして。ほうん。お墓が、かなり広いお墓がありますね。そうなんだ。か。 結構硬いおね硬めのお家なのに見てる漫画牛島君ってなかなかこうなんか水と油みたいなのか <laughs> いいねまあそう,いいねそうそうっすよね,いいねでもなんかな<ー>父の父がまあ住職なんですけど父のなんかあれがいいのか、うん、なんか霊は、まあ、全然いないというそもそもあの仏教仏教圏基本的に霊という存在は否定してますからねあでもなんか まあこれはちょっと話あっ基本的にはですけどねそういったのもまあそ,それぞれ宗派とかとかあ<ー>あのものであったりするのかもしれない基本的には霊という存在はなくてっていう,うお話はされてますよでもこれ話す話とは別な話なんですけど、はい、なんかうちはそんなないんですけど、うん、例えばお寺の住職の奥さんとかがなんか んか感じるんですって法事の法事の前とかで、うん、それでなんかああまあうちはそういうのないんですけど多分個人的なようなものとかだたからまあただまあねお寺さんに近いからっていうようなことだとかっていう要素もひょっとしたらあるかもしれないですけどね。 ああ<ー>そうですよねひょっとしたらね神仏に関わる仕事とかしてるとひょっとしたらそういった素養もあるのかもしれないですけどねでもか<ー>俺もそういう能力的なのも欲しいんですけどね <laughs> いやではでは今日はどんな話でしょうかあ今日はう、えっと、ちおばおばさんとおばあちゃんとうん えまあお父さんとまあ5人で今暮らしてるんですけど、はい、えおばさんがおばあちゃんの面倒を見てるんですね、うん、でそれで2人で旅行に出かけたんですよ、うん、えっと場所はまあ日光の中禅寺湖の近くまあ日光に行ってまあ観光をしてまあそれでまあ夜ちょっといい その中禅寺湖付近のいい感じのホテル、結構高めのホテル、旅館ですかね、旅館に泊まったんですね。えっと、中禅まあ、そっち、まあ、場所はちょっと言えないんですけど、調べたらすぐできまあ、中禅寺湖言うてしまったけどね。中禅寺湖って言っちゃうのその付近のいい旅館いいっぱありますからねそそれでこに。泊ま たんですけど、えーまあ、そこでですね、ちょっと、えー、夜中ですね、なんか、えーあ、布団を敷いてて、布団で寝て、その頭の部屋の方から、なんか赤ちゃんの泣き声がずっと聞こえるんですよ、うん、もう夜中で、<い>う多分ゼ0時回った<い>もう深夜なんですけど。 でもそれがずっとなな泣いてるんですよ。うん、で、ちょっと大人の話し声とかも聞こえるんですよ。で、な,なんか、すぐ泣き止むと思ったら、3時頃までずっとい泣いてる、うん、らしいんで,で、それで全然寝つけなくて、うん、で、明日帰るってことで、うん、あの、まあ、車とかもあるじゃないですか、はい、ちゃんと睡眠は。 徹夜でやるのもちょっと良くないんで、うん、ちょっとは撮りたいんで、まあ、なんか、まあ、クレームに、まあ、なっちゃうんですかね、感じでまあフロントに行って、ちょっと隣の部屋がちょっとうるさいんで、ちょっと注意してきてもらえませんかと言ったんですけど、はいはい、そしたらですね、隣の部屋が誰、まあ、赤ちゃんが泊まってないんですよ。うん か誰も止まってなかったのかな誰も止まってないんですよ。はいはい、誰もいない部屋。誰もいない部屋だったんですよ。うん、でそれでえ、え、なんだこれはと思って。うん、でも、まだずっとすると。うん、で、獣の声かなと思って、窓を開けて、見てみたら、うん目は、目は光るじゃないですか、獣って。うんうん まあ、獣はいるんですけど、泣いてないんですよ。うんはい、で、明らかに獣の声じゃないし。はい、で、それで、まあ、ちょっと耐えきれないから、まあ、あれしたんですよ。あの部屋を変えてもらったんですでそしたら、まあ、鳴き声というか、まあ、物音は一切しなくなったっていう,うまあ話ですね。隣部屋はあったんですよねあ、部屋はありました。きちんと。 あのー、調べてみたら、はい、と隣の部屋うるせえなと思って「こっちの左側から聞こえてくるんですよね」ってお客様「そっちの左側には部屋はございません」っていうパターンかああそういうのはちょっと <laughs> ねあったりしますけどね、はい、部屋はあるけれども,も誰もない誰もいないそうですね<ー>誰もいないいやでまあいろいろちょっと調べてみたけど何、うん、か誰もいなく何もそういう系のものはなくて。 そもそもその階というかその部屋の付近周りには誰か宿泊してる方ってその方以外はいたんですかあそれはいたいたいたらしいですけどその他の人たちもきっとうるさいなって思ってたはずですけどそうねでもそうなんですかねだこれこの <laughs> ただ全く周りの人が何にも言ってこなかったっていう場合は えっとおばあちゃんおばあちゃんにも聞こえてたらしくておばさんおばさん,おばさんとおばあちゃんが二人でと思ってて人とも聞こえたわけでしょ二人とも聞こえたそこにしか聞こえなかった <laughs> でもクレームは多分来てないんだ多分おばさんだけが言った他の人が言ってたら多分なんて言うんだろうああ,あなたもですかみたいな感じになると思うんですけどん,なんかそういうのもな,ないみたいな。 な,んかなかったのかなのなんかいわくつきの部屋だったらなんかああよくやるんですよねとか言われるはずなのに、うん、まあそういうのもないみたいな、うん、後から調べた後からそのホテル調べたんですけど<う>なんかレビューとか見て、うん、なんかそういういわくつきの噂とかないかなと思ったら、うん、まあなんもなくてみたいな,な,んもないまあそうね、はい その二人にしか聞こえてなかった声なのかもしれないですね。なんかもしかしたらなんかその部屋からみたいなあり,あ,りありますよね、そういうの。うん、隣の部屋じゃなくて部屋から聞こえてたみたいな、うん、内部からみたいな。そうねそ、そういうのはあるよね、考えちゃいますよね。それかなんか中禅寺湖のなんかそういう。まあ 自殺スポットですかね修繕事故ってまあ自殺今はいないんじゃないのかなだからそういうのが何かしらの華厳の滝とかもそういった話もあるしあ日光はそういう,う、まあ飛びりあと他にもいろんな歴史がありますしねあそこはああまあそうですねんなんかありそう、ね、あのあの辺りの旅館とかで他にもちょいちょい話あるんですよ あ、そうなんですね。でそもそも中禅事故にもそういった話ありますしね。まあ中禅だ、うん、からその中禅事故のあれがなんか寄ってくるっていうそうなんなら途中のいろはざかりも話ありますからね。あ だからあそこの日光のロマンチック街道かな日光ロマンス街道がロマンチック街道 <laughs> あそこのバーって行ってそっから下の方足尾銅山の方に抜けていく峠を走っていくか中禅寺湖の方いろは坂を渡っていく方に分かれていくんだけどもうこの辺りからもうおかしな,なんか話そも,そもそもそっちの南の方に下っていく足尾銅山の方だってめっちゃ話いっぱいあるし言ったらもうあそこなもうもういっぱいあるし。<laughs> <laughs> そう,、うん、そうでやっぱりこう湖のところで変なものを見たとかなんか影のようなものがふわーって湖の上をみたいな話もあったりしますしだからひょっとしたらその赤ん坊うんぬんっていう声とかっていうのもひょっとしたらかの昔に何かがあったようなもので、はい、お寺関係でしょお寺関係というのは そのお,おばさんあうそ,その間全然違うああああ同,じ同じ自宅あ自宅宅、まあ、族ですか お寺さんというような先ほどちょっとね最初言いましたけどそういった素養があるというか、はい、そこにいるからなんか神仏に関して何かしらそういったようなものがちょっと強くなったかどうかわ、ま、<ー>かんないですけどね、うん、そんなようなひょっとしたらその人だそ,のそういったような人何かしらちょっと違うような方にだけ聞こえた声っていうような。 成仏久しぶりみたいな人がいたのかもしれないっていうようなことを考えるとそ,その人たちにだけ聞こえてたっていうんだったらあひょっとしたらそうかもしれないなみたいなことをちょっと考えますよね。ああなるほどちょっとね。とまあでもはいうんでもちょっとなんかいい旅館だったんで。いやまあでもその残念だったって言ってました残念だったの <laughs> 寝れなくて寝れなくて。なるほどね。<laughs> なあななんか今みたいな解釈すればひょっとしたらねそうかもしれないまあひょ、ね、結構お高いお金を払って泊まったのかもしれないですけど、はいまあ、確かにねちょっとね聞こえてくる声というものは「霊」だろうが「生身」だろうがうるさいのはうるさいからね、まあ、うるさいうるさいですね <laughs> <laughs> 寝れないしいなああそれはちょっと、まあ、残念っちゃ残念ですね、まあ、僕とかだったらもう大喜びですけどね そうです俺も多分、これは俺しか聞こえないんかみたいなんかねこれ録音しなきゃと思ってパッてスマホ撮ったりだとかそんなんしてこう音が波形っていうかメーターが動くじゃないですかあれメーター動いてないってなったらそれはもう確信犯やったってなりますよねああそれはもうそんなの頑張ってやりたいけどね そうですね、うん、そんな話があったっていう、ね、いいね中禅寺湖かいやいいねまあ雰囲気すごくいいですからねちょっと宿もちょっとお高いからなかなか行けるところじゃないですけどあ,<ー>、うん、あそこらももまあ僕まあご存じないかもしれないですけども廃墟とかも大好きだから写真撮りに行くんですけどああ見てますねじゃああそうなのああここら辺もねめっちゃめちゃいいところがあるんでああ<ー>ちょっと行きたいなあ ありがとうございます。いや、いや、こちらこそ、あ、また頑張ってください。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、失礼します。はい、どうも。<noise> はい、いらっしゃいませ。あ、もしもし。はい。こんばんは。こんばんはな。なりって言います。え、え、もう、もう一回いいですか。あ、なりです。なりさん。 ナリ、はい、さんはひらがなででいいいんんすかねさよろしくお願いします。ではではどんなお話でしょうか。えっとですね、去年の年末に、バイト先で聞いた話なんですけど。うん、あじゃあもうほんとちょっと前。ですね、はい、はいはい。えっと、のバイトっていうのが、まあ、ある、えっと、運送会社。うん で、えっと、そこのトラックの運転手さんに、ちょっと二人きりになる時間があったんで、こ、はい、れは気がつたと思って聞いたんですけど、はい、えっと、まあ、その人、いわくですね、その日は普通に仕事で、いつも通り仕事をして帰ってきて寝てたらしいんですよ。うんはい、で、寝てたら、どん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 っていうすごい音が、音が なってて、はい、それでで起きたらしいんですよ、はい、その音っていうのが玄関の方からなってて、うん、ものすごい勢いでどん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 ってめっちゃドアを叩かれてるらしくて、はい、でもびっくりして怖いじゃないですかもうそんなあたたかれたら夜中ですし、うん、でえっと、まあ、怖かったんで寝たふりしてたらしいんですね、はい したらスッてやんだんらしいんですよねんでもうなんかなんかあ今なんか入ってきたなっていう感覚があって、うん、絶対なんか今家に何か入ってきたっていう感覚があったらしくて、はい、であもうもうやばいやばいと絶対ドアし鍵閉めてただしっていうかドア開いた音もしなかったしなんかもうやばいやばいと思って <laughs> でもずっと目つぶってて、うん したら、その、何かが、こっちに来てる気がするんですよ。うん。で、ベッドの横ぐらいまで、なんか来たんですね。はい。で、何かが、もういるって状態だから、もう、本当に目も開けられなくて、はい。もう、どっか行ってくれ、どっか行ってくれって思ってたんですけど、もう、ずーっとこう、いて、それがどんどん近づいてくるんですよ。もう、顔を覗き込むぐらい近くまで。はい。でもう、 あやめろやめろってもうこうこれ以上はやめてくれって思ってたら、うん、スッって気配がなくなったんですねいでいなくなったかなと思ってスッって見開けたら問題何もいなかったんですね<い>でその時に何を思ったか、まあ、その人は玄関を確認しに行ったらしくて<い>でまあちゃんと鍵も閉まってるしガチャって開けて外も見たんですけど 誰もいなかったらしいんですね、うん、で何だったんだろうってうめちゃくちゃ怖かったんですけど、はい、本当に何か分かんってで次の日会社に行ったんですね、うん、そしたら、まあ、あの職場のその同僚のおばちゃんがいたらしくて、うん、でえっとそのおばちゃんが、まあ、その出社するやいないや昨日何かあったでしょって声かけてきたらしいんですね でえ「なんでわかるんですか?」って聞いたらそのおばちゃん曰わく、うんえっと、結構霊感が強い人らしくて、うん、でえっと前からそのあなたには守護霊として亡くなったおばあちゃんがいたけど、うん、今はいなくなってるって。うん え、いなくなったって。で、今、いなくなって、その、おばちゃんの代わりになんか、黒い、長い髪の女の人がいるって。うん。なんかついてるって言われたらし,らしいんですね。うん、で、まあ、そんなこと言われて、その昨夜あった出来事をこう話して。うん。これは、なんなのかわかんないけど、多分、そのトラックの、 仕事で、えっと、回ってて、その回ってる途中に多分事故現場かなんかに遭遇して、うん、そこ通っててなんか波長があったかなんかで連れて帰っちゃ,った,っ,ちゃ,っ,ちゃったんじゃないかなって、うん、<laughs> 言われたらしいんですね。お<う>で、まあそんなこともあるのかなって思ってたらしくて。うん、で、えっと、 じゃあおばあちゃん、おばあちゃん、死後霊のおばあちゃんはどこ行ったのって、どこ行ったんですかって聞いたら、うんあの、女の人は強すぎて、もう帰ってこえなくなったって。うん。もうまだいるからえ、どうすればいいですかって聞いたら、そのなんか、数ズかなんかをもらったらしくて、うん、これをしばらく持ってれば多分大丈夫だからって言われて、うん、しばらく本当にその数ズを持ってたらしくて。うんはい で、えっと、しばらくしたらおばちゃんに、あ、もういなくなってるわって。でも今、本当に何もいなくて、おばあちゃんも帰ってきてないから、危ないから気をつけてねって言われたらしいんですよ。うん、で、その人が言ってたのが、まあ、話はこれで終わりなんですけど、うん、そのひその運転手の人は、とおばあちゃん、そのおばちゃん結構不思議な人で、うん よく出来事とかあった出来事とか今日その友達と会ったでしょみたいなことを言い当ててたらしいんですよ、うんうん、だからちょっと思ったのがそのおばちゃんがストーカーなんじゃないかなってちょっと思ったりしたんですよあうな、まああ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 あんああ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  ワード書かないけどね <laughs>、はい、まあ不気味っちゃ不気味ですよね、はい、うん職場にそんな人いたらめっちゃ怖いっていうか何じゃこいつって <laughs> なるから <laughs> なんかやっぱりその直接的なことをそのなんかおばちゃんってストーカーだったんですかとか聞けなかったんでまあね 他の人にそんなことを言ってたことってありますかって聞いたら、うん、いや特にいないし、そんな繊細な人いなかったよって言われたんで。じゃその人だけに何かこう、いろいろ言い当てたりしてたみたいですね。わー、なるほどね。<laughs> 怪しいなーって思ったりして。そう、昨日来たのもその人だったりして。<laughs> <え>昨日来たっていう、そのなんか、人の気配っていうのもその人だったりして。ですよね。<laughs> うん、ななそういう系統の話はないことはないですからね。<laughs> あそうなんですね。うん。そそれ私見えるんです的なようなものを予想つつ的な。はい、したらその人のことが好きで的なような話とかはな,な,ないことないですよ。今はもう既婚者なんですけど、その人は、その運転手さんは。うんはい、当時は一人やったみたいで。 うん、やっぱり狙われてたんですかねいやどうだろうで、ね、も、まあ、<laughs> あんまりその職場とかでそんな言われるのは気味悪いでしょうからね普通の人は、はいうん、あんまり言わないと思うしでそもそもなんでかえ強すぎて帰ってこれないことをお前は知っとんねんって話だし <laughs> そうですね <laughs> いつ聞いたんやって近くにいてわかるんだったら連れてこいってなるから <laughs> いつ聞いたその話ってなっちゃうからねう、はい、んなんかちょっとそこはちょ,ちょっとなんか考えちゃいますねそな,なんかね、はい、<laughs> ええう本んって本当に <laughs> って <laughs> そこら辺はねはいいやまあ何事もなくてよかったですけどね 今おばちゃんが四国の方に転勤かなんかで行ったらしくてあそうなのもう話も聞けなかったんですけどあ,あんまり近くにいなくていい人かもしれないなちょっと本当に霊感あったら話聞きたかったんですよねまあ、まあ本当に霊感があるうんぬんか分かんないからね あんまりそこら辺行かなくていいんじゃないかなって俺はしょっちゅう言ってんだけど <laughs>、うん、まあ霊感があるっていう人の話を聞くっていうことは面白いのかもしれないんですけど、はいうん、ほらなんかこのそっちに傾倒しすぎるとまあおかしくなっちゃうので、はいうん、だって幽霊がいますってこれじゃあなんでそこにいるかっていうことが分かって。 るのかっていうのとか何にも確証のないことを断言する人たちだからあの人たちははいそれはよろしくないんですよねそうそうなんですかだって例がいるいないってまだ確証ないでしょ証明されてないですからねああまあ見えてるのがその例じゃないかもしれない人ですそうそうで僕らが見えてるっていうのは目で見てるんじゃなくて脳で見てるんで はい、言うたら夢というものも脳が見てるものを見てるわけですよ。はい、不思議じゃないですか目閉じてるのに映像が映るって不思議じゃないですかひょっとしたら白昼夢は昼間見るような夢とかって白、はい、チ白昼夢とかそういったようなものをもしかしたら覚醒状態で見てる人たちもいるかもしれないしまあ言うたらまずこれ全部否定じゃないんですけどね。うん、あの そういうような人たちがどんな行動をしてどんな言動でそういうところに至っているかっていうものにはすごく興味はありますけどいるって断言している人の話っていうのはもうそこにもう完全にもう陶酔しちゃっている自分に陶酔しているというかそういうところになっちゃうんで言ったらもうカウンセリングみたいなそっちの方向に行っちゃうんですよねちょっと精神的な方向に行っちゃう可能性が高いので。 はいうん、だったら他の学問とかにもなに行ってもいいのかなとかその精神的なものだとかそういう部類だとかっていうふうに行く可能性があるんですよ。じゃあおばちゃんは精神科に精神科とかってで精神的なもの <laughs>、はいうん、そういうふうに行ってる可能性もあるから、うん、あんまりそっちの方に行っちゃうとね断言する人たちとかっていうのは。 その証明もできていないようなことを絶対これはそうなんですっていうような人とかとは僕はあまり付き合えない方が身のためだと思います <laughs>、はい。身のためねそういうこともあるんだろうなっていろんな話を情報を集めるっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、はいうん、それに陶酔しちゃったり系統しすぎると後々にちょっと大変なことになる可能性もあるのでちょっと気をつけた方がいいかもしれない。 はい、うん危ないものに巻き込まれないようにしてください <laughs> はい <laughs> お気をつけてはい頑張っていきますはいまたよろしくお願いいたします <laughs> ありがとうございましたありがとうございますいってくださいはいはいもしもしあもしもしこんばんは こんばんは。ちょっと待ってくださいね。はい。声大丈夫ですか？大丈夫です。はい。お名前よろしいでしょうか？はい、テリジョです。いらっしゃいます。ピザね。うん、そう。そうですそうです。この間行きましたよ。お、行きました。あの例の？あっちの方、こっちの方。 うんうん。おお。えっと、えー、っと、えー、っと、こっちの方。うん、うん、えちょっと、ええ、今ライン送りました。今いじゃな送った。ちょ、ちょっと待ってくださいね。うん、どうやってみんね。一回ラインをホームでポンって閉じて。あ <laughs> うん、うん。はい、はい、はい。ええー、どうでした。あのー。ええ、六階の部屋。一、いや、あのね。めちゃ込みで。 えあんなあんなやばい <laughs> め,めちゃ込みだった,っすよたなよっええー、そうなんやそうで50代ぐらいのと2三3 0代の女性がずっと待ってた「<laughs> お前ら!」って <laughs> お前らって思ったでおばちゃんもすおばちゃん忙しすぎてテンパってて で俺,俺がいるにもかかわらず、うん、もう4組ぐらいいたのかなで,でも1人はけ<ー>で折りすすわってて 1> で1人の もうその間に俺は言って「あのちょっと宿泊したいんですけど」って言ったら「<笑><笑><笑>ああちょっと座って待ってて」って言って「どれぐらい?」って言ったら「10分ぐらい?」って言ってじゃあ10分座っとこうと思ったら「うん、10分経ち15分経ち全然声かけてくれんやんそもそも後から来た人どんどん部屋入ってってるけど何これ?」って思いながら「えー、ちょっとおばちゃん」って言ったら「はい、<laughs> あーはいはいとえー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 、っとね、えー、と,、えー、っと宿泊の人宿泊の人ちょ,ちょっと待っててね」って言ってすんげえテンパってて「はい、であの <laughs> 後から来た人俺結構待ってるんですよ」って「じゃあ次の次ね」って次の 次って思い、<ー>俺もずっと待ったんじゃいって思いながら、<laughs> まあとりあえず進められた部屋が三まる二でした。ああ<ー>、三 <laughs> 階か。三階でした。で3<階>一番え三階なんもなかったですか？か一番怖かったのが開けて。うんうん うん、そので出るホテルって紹介したもらって行ったとこなんですよ。で、うん、入ってでガチャって開けてうわまあそういうまあ確かにまあこんなんだよな、うん、これぐらいの値段だったらこれぐらいだよねって思いながらうん、うん、<laughs> で別 と荷物でちょっと着替えてよしちょっと買ってきたたこ焼きでも温めて食べようって思って、うん、もう一応紹介されてるところにレンジだ何だいろいろありますよっていうのを見たんですけど何にもなくてうん、うん、あらあれ っって思って思冷蔵庫をかちゃってあげても全部あの有料のやつで何にも隙間がない<ー>あれ買ってきたものを入れれないって思いながら<ー>まあいいやと思って,<ー>と,思ってとりあえずレン,ジレンジどこだろうって探しててな「なあいい」で「ウェルカムドリンク」って言ってビール頼んで、えー、で来,てた来た人に「おおレンジどうですか?」って聞いたら「うん、あクローゼットの中にありますよ」って言って「うんうん、ああクローゼットの中なんだ」って。 クロゼットさっき開けたと思うけどなって思ってそのクローゼットと言われる一番開けやすいところをガワッて開けたらネグリジェ的なものが一枚ピロンって置いてあるだけだったえレンジもなかったんです何にもないだから窓ちょこっと開けて壁一面の壁みたいになってるじゃないですかだからドア開けたらまたドアがあるでしょ 外でそこのそのそのデッドスペースみたいなところに飲み物を置いて冷やすっていう自然の冷蔵庫そうそう寒かったしそんなへえじゃあ別に怖いことなかったですか何にも アナログに切り替えたらえエロいビデオが流れてたけど、うん、ちょこちょ,っとちょっと見てたんだけど <laughs> ずーっと熟女ものだったから「<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと!」って。<laughs>

多分ね、ああ、そうか、土日。そうそう、土日。えー、土日は無理。うん、無理だって、ひっきりなしに人来てましたもん。ええー、あん、あ、そこそんな。ああ、でも、そっか、提携、多分ね、どっかのお店と提携してて。うん、そういうお店の方が多分いっぱい行くから、多分めっちゃ忙しいっていうのあるかもしれないですねか。かもね、でも、会話の中ですごい混んでんねって言ってたお、お、ね、あの、男性の人がいて。 いつも混んでんってたらすっごい勢いで首をブワーって振ってたからええたま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 なのかなってたまたまちらまあ週末でしたからねうんそんあるかもしれないですねうんうん犬かな6回あそう犬犬がいるのかなワんちゃんがブルブルしてね邪魔してくれ えー、6階の部屋ね行きたかったですねまあね行ければですねあほ,んほんのろなんかどうか分からへん,うんそう俺も、ね、確認したんですけどあここがあそこかってただあそこってあの電子パネルとかそういった映像が映るパネルがないからうん、うん、実際問題、ね、もうほんと当たり潰していくしかないんで何なる何号室がこんな部屋ですよっていうのがないので。 実は3部屋6階ありましたけどど,どこかがかがわらないんですよね、うん、あでもなんか6階自体やばいとは言ってましたよ。うんうんうん、そうですねうなんか、ねうん話ではありますけどあそっかでもどれかかわらない部屋がどれかわかんないからまあとりあえず6階っていうのがそこがちょっと普通ちょっと、ね、隔離されてる場所というか螺旋階段を渡っていくしかないっていうので一応俺も確認はしてましたけどああなるほどこういうとこねって言って、まあんまりいたら怪しまれるから。<laughs> <laughs> やめましたけどそういうとこなんだねちょっと撮影を、うん、しようかなとは<え>、うん、気になりますね思いますけどね<笑><笑>う<ん>いや,いや,いやどじゃあじゃどんな音かは、ね、は,はいうんうんえっと <laughs> 何,何話そうとしてたやったかな <laughs> <laughs> ごめん <laughs> <laughs> <笑><笑>えっとねあそうあのね 前に住んでた家が、はい、なんかちょっと出るらしくて、うん、っていうのも私彼氏と住んでるんですけど、うん、まあその時も住んでて、うん、ほんでなんか彼氏ちょっと霊感あるっぽくてはい、はい、ほんであのー、こ,うこうまあ出る家 っていうのもあって、あとそのワンちゃんね、飼ってるんですけど、うんうん、そのワンちゃんってなんか結構見えるとか言ったりするじゃないですか。うんまあ、そうね、まず動物はそういれとの見るっていう話は聞きますね。ね、で、あのー、まあ、私と彼氏が一緒に寝てる時なんですけど、うん、なんか。彼氏はね、金縛りにあったらしくて。うん、で、あ、うわ、金縛りあって。 思ってこううっすら目開けたらあのなんか女の人が立ってたって言って、うん、で,で一瞬私かなと思ったらしくて、うん、でこうでもなんか寝息が隣から聞こえるから、うん、あれってなってそうやったらそのワンちゃんがその彼氏の、まあ、一緒に寝てるんですけどワンちゃんも、はい、こう顔の隣でもうすごい。 うーみたいな言ってるんですよ、うん、そのそっちの方向を見ながら、はい、でうちの子はもうほんまに全然怒らへん子なんですよそんな「う」とかもう言ったりしない、はい、もうめちゃくちゃ優しくて穏やかな子なのに、うん、もう「う,るうるみたいなめっちゃ歯むき出しでね「うーって言ってて、うん、で,で彼氏も「わやばいじゃあやっぱおるわ」みたいな。うん 思って女の人、まあ、なんか白い服着た髪の長い女の人っていうありきたりな人やったらしくて<い>でなんかこうこっちに近づいてくるんですって<い>ちょっとずつ<い>で「わあやばいやばい無理無理」ってなってもうどっか行ってくれみたいなのをこうずっとこう思いながら、うん、でそのワンちゃんももう彼氏を起こそうとこう顔もペロ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 。 もう起きて起きてみたいな、うん、鼻でつついたりとかしてもう早く悲しばり多分溶けてってやってるんか知らないんですけど、うん、こうペロペロこうツンツンして起こしそうとして、うん、でこうずっとこう「うん、あえもうこんといて」ってこう願,願って悲しり溶けてって思ってたらパッて溶けたらしくて、うん、あって思ってみたらもういなかったらしいんですけど、うん、やっぱなんか。 犬っってて見えるんかなってい,う話でいやあのー、実際結構聞きますよ。ね<え>犬が吠えてってそのご主人がご主人がご主人が,主人が,主人がってなってる <laughs> <laughs> そうそう<で>だからもう,もう尋常じゃないからい、うん、怒,怒るしもう、うん、起きてって言ってもう。 顔をなめったりこうもう鼻でつついて「おいおい」みたいなねやってくれてたらしくて、うん、ねなんかほんでなんかあのー、うちのその新しい家に引っ越してで引っ越したその日になんかなぜかクローゼットに向かって、うん、なんかこうなんかこの飼ってるワンちゃんの。 ななんですけど、はい、なんかこう二つ足出しえ <laughs> に二大立ち二大立ちで、うん、ちこう手をこう二大立ち二足歩行なんか立つんですよとにかく二、はい、本足で二大立ちでこうちょうだいちょうだいって手をねこう上下にこうちょうだいちょうだいってやるんですよ。はいはいで それをねなぜかこう何もないクローゼットの前でやっててほ、うんまに一点を見つめながらやっててでえっ、ー、と思ってなん変なのって思っててその後にそに大島テールで調べたら、うん、まあなんかね人が死んでた土地やったみたいなってなんか見てたんかなみたいな。<laughs> っていうね、まあ不思議なお話。まあ通りすがりだったりするかもしれないね、ひょっとしたら。なんか、あそれもあるかもしれないですね,ね。ひょっとして、なんかふわーって言ったら、犬が、なんかもうものすごい。なんか懇願して手ぶん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 。あ、<laughs> そうそうな。なんやねん、この犬って <laughs>。<laughs> <laughs> わかんないけどね。なって、なってたかもしれない。確かも私も何して、ね。の <laughs> <ー>もう、そう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 。 犬プラス子供とかっていう場合もあるしああねえそうそう私もう霊感ほんまに全く何もなくてう金縛りもほんまにあったこともないんですよ来ててはいそんな人いるんですかねんか金縛りあったことない人っているんじゃないですかいるんかな全然いいると思ます僕だって 回あるぐらいですもんあ、そっかじゃあ意外といくつまでなかったですよなんか、えー、体が硬えなぐらいの時はありましたけど<あ>、うん、ほう,ほうあまあそもそもがあ,あの金縛りとかその覚醒してる状態で体が動かないっていうこう一瞬まあななんかこう、うん、そういうのって、ね、もう基本,基本原理はもう分かってますから。 なんか脳が起きてて体は寝てるみたいなやつですよね。うねもうなんか疲れてる時とかになりやすかったりだとかっていうのはいろいろとこうな理由はあるらしいですけどまあ基本的なそういったものは大体分かってるんでただそれ以外のもので,、うん、で,でなおかつ そういうふうにいろいろこういう金縛りになる原因っていうのはこうこうこうでこうですよっていうような原因がいくつかある場合、うん、それに該当を一切しないような状況とか、うん、あとうん,うーんこれ珍しいやつですけど、うん、完全に歩い,歩いてる途中でも金縛りってあるんでん、うん、そういう場合とかは。<laughs> ただそれは本当に金縛りなのかわからなかったり、えー、あのその時にこの動いている流動的であるこの世界っていうかその世間周りがなんか違う空間になったりみたいなもう本当に言ったらもうほん、えー、と,とんでもですよね本当に SF なのか何なのかみたいなそんな状況になったりだとかっていうお話もあったりしますしこれはまたちょっと話ちょっと飛んじゃいますけど。 それが本当に何かしらその危機が迫っててでワンちゃんが何かしら反応したっていうようなことなのかもしんないしでも実際そういうような出来事ってやっぱありますしご主人がそういうようなことになってる何か危険を察知しているっていう状況で犬吠えるって何にもないところで犬すっごい吠えるっていうようなのはやっぱあったりしますし。 ねえうん何かしらがあったのかもしれないですねそうそうっで言うたら結構こう通りすがりもいるので、うん、ああ話,話に聞くにはすごい,すご,いうんごめんよみたいな感じでふわって <laughs> 来たりするようなものも <laughs>、えー、イタリアとホテルとかもビジネスホテルとかもそういうのただ なんかその気持ち悪いうんぬんかんぬんっていうようなものを感じたりだとかそういった攻撃的にすごく穏やかな犬とかそういった動物がすごくこうなる時っていろいろ話をそんなね別にいっぱい聞いてるわけではないですけど、まあ、聞いた範囲で考えるとやっぱ危ねえのかなってなんか思いますよね。その空気がが変わわっったっていうのがすぐわかる あもうここお,、ね、おかしいなっていうようなものが肌でわかるとうん,、うん、うんで僕はその状況で悲しめられたことはないですけど、うん、入った瞬間に「ん?」ってなることはあるんですよ。ごくごく稀ににそのなんかか部部屋屋ですとか廃墟とか。 ええー、<だ>ああ排気はでも確かにありそう。ででもね全然ないんですよ普段は。ああそのあああの排ってって君が悪いなぐらいですよ。へえー。ああ虫ああゲジゲジハって言ってるぐらいですよ。う <laughs> んうん,ん,ん。そんなもんなんですよ大体は。でも、うん、怖いとかそういう君が悪いとかっていうものとはもう別次元で。うん。いやおかしくないこの空間っていう。 あそこなんかおかしいっていうのとかその部分的に<ー>そその何かある空間のもあと物とか<ー>空間とかあれなんかここえなんだろういやでもまあ、勘違いだろうなってもう基本的には勘違いで心の中で済ましてることが多いですけど<ー>大概そういう時は僕はそこの場所を長めに撮ってます。 ちょっと動画見返そう、うん、で <laughs> 動画には残ってないんですけど僕の家のすぐ近くこれさっきも言いましたけど<ー>東京都八王子市っていうところにこれ、まあ、全国的にも有名な「同僚堂跡」っていうのがあるんですけど、うん、ここが、うんえー、タクシー真夜中のタクシーかな。 稲川淳二さんの PS、うん、プレイステーションのゲームの中に入ってる「首なし地蔵」っていうおそ、はあ、らくこれ他にも全然入ってると思うんですけど首なし地蔵のお話があるんですよこの「首なし地蔵」のお話っていうのはどこのお話なんですかってこう紐解いていくとその東京都の八王子にある「同僚堂跡」っていうところであった地蔵であろうとう<ー>まあ本人も確か言ってるのかな「同僚堂って。で うん、じゃあ探しましょうっつってもその地蔵はないんですよ今あ撤去されちゃったんですか、ね、まあそもそもあったのかどうかもわかんないんですよ話の内容的に、ね、そういうようなものを幻,そう幻を見たのか幻の道に入ってって何か見たのかみたいな内容的にはちょっとそういったようなものなんですよちょ,ちょっと不気味なものなんですよねうそ,うそれがまあ一応うん、うん、お地蔵さんはあるんですけど首が本当にないんですけどそれは破壊されて首がなくなっちゃったっていうものなんですけど、えー じゃあなんでそこ心霊スポットなのって言ったらその同僚堂っていうところがかの昔、えー、50年代ぐらいかな、えー、あ平成、うん、あ違う違う1960年代50年代60年代そのあたりにまずそのお堂のおも,おもりをしていたおばあさんが殺されたっていう事件と、えー、1970年代にその近くにある女子大生が不倫の末に殺されたっていう事件があるんですよ。わでその1件目のおばあちゃんが出るっていう噂はそこにはあるんですけど。 2>, うんうん、2件目にあった事件のその女子大生っていうのがじゃあ殺されたのはそこですかって言ったらそこじゃなくてそこでは殺されたか殺されたか分かんないんですけどそこで息をされていたっていう場所がそのすぐ近くにあるらしいでそのポイントをいくつかあるんですけど調べていって僕行ったんですよ。うんうん、それ俺おそらく俺生配信でやってるから動画残ってるか残ってないかあ残ってっかそこの動画、うん、そこに行った時に俺もうたった単純に池があって。 で少ーし奥まったような広、うん、ちょっと広めの広場みたいなとこなんですけど入った瞬間に「うん、こ,ここ怖え!」ってなって、えー、あらいやここは何だろう何だろうっていうほんと久しぶりに感じた感覚があって、えー、何の変哲もない場所なんですよちょっとこうよどんだ池があって。うんうんうん 公園みたいななとこなんですけどへ<ー>ちょっとね説明長くなっちゃいましたけどそんななんでんか何も霊感ない人いっても感じるんですかねまあ霊感そもそもっていうことに僕はすごく懐疑的なのでああ確かに、うん、<laughs> ね <laughs> なのでその感覚というものはおそらく霊感云々とかではなくて何か本当感 感がいいとかの勘勘ぐるとかの感あーあなるほどかなーってでそっから感じるの感になっていくのかなーとかああ<ー>うんああついかあれかもしれないです絶対なんかわからないかもしれないな結構人に対しても結構鈍感やから分からん、うん、なんかそうですねなんかそういう人が言ったらうなんやまあでもどん 敏感とか、敏感とかっていうのとかは。てて名前がデリ嬢とかそこまで、そっちの方 <laughs> そっちの方 <laughs> そっちのほそっちのほの話をしたら、終わらなくなってしまうから。<laughs> <laughs> <laughs> ピザだからね。ピザだから、ね。そうですね。ピザでした。<laughs> その敏感だとか、鈍感っていうところとかは、特に僕は、なんかこう。うん、まあ。 あんまり気にしなくてあうん、うん、そのやっぱメディアとかでずっとなんか言われてるようなものがやっぱこういまだにずっと脈々と続いてるのでうんもうちょっとこう霊感うんぬんとか霊感があるないとかじゃなくて人間の本能的な部分で何かしら感じるところっていうのはあるのかもしれないなって思いますけど。 だから多分そらく犬とかも多分本能的なものだと思うんですよねああそうかもうん、本能なんかなだと思うんですよね狩猟の血というかああそうですね匂、うん、いとかでねに匂いとかもあるんかもなそう、く四関係をすごく大事にする生き物ですからそうですね、うん、ご主人今大変なことな多分金縛りになってるっていうこと自体は何も分かってまいらえないと思うんですけど今ピンチだっていうことは多分分かってるの かなって思いますけどね,ねえだって確かに普段そんな起こしたりとかもね、うん、しないんですよこう、うん、寝てる時にまあ朝とかなったら起こしてくれるんですけどなんか全然夜とかは、うん、あのこの子も静かに寝てる子なんでねなんかすごいなと思って、うん、今多分ご主人今あの指かどっかペロペロ舐めてると思うけど。 あ、いやあのさっきまでもすごい口をな <laughs> 今も <laughs>、うん、ペロッペロッどっかを舐めてるす,、うん、すっごいペロッペロ,ッペロッ舐めてるという音が甘えん声からすごい舐めてくるんですよえ、うん、え、今ピンチだって思ってんじゃない <laughs> ピンチと思ってんの <laughs> そんなことないな <laughs> いい <laughs> いやそういうのちょっと感じたらちょっと怖いかもしれないですねそ,その自分自身がう,、ね、だからうん、おそらくそういでもなんか、うん ねうん、隣で私は寝てたんですけどもうなん何も分からず爆睡してたみたいでああいやなんかねき気づいてないのかもしれないですねひょっとしたらそこだけの空間でそんなことが起こってたとかっていうのも、うん、なんかあったら怖えなとか思いますねねえ<ー>、うん、いや恐ろしいわ恐ろしい <laughs> ありがとうございますい<や>なんか<っ>ね ごめんなさい何が長くなっっちゃたやのにいいいいややんですよもうだからほら楽しくなったら楽しくなっちゃうんでもうこれはねしょうがないんですよもうだからもうずっと言ってるんだけこうなるから長くなるよっての分かってるけどでもねんか途中でバチンバチンって切るのも嫌じゃないですか嫌ですよね私もなんかね本当にそう。 <laughs> 2>, 2時間って言われてるけどじゃあもうちょっと延長すっかっての <laughs> なるときもあるわけですから <laughs>、ね、<laughs> 延長してくれそう、ね、延長する人もいるわけですからそういうことですよ楽しかったらそれは長く <laughs> <そう> <laughs> なるっていうことですからね <laughs> いますねそういう人、はい、いますからね説得力高いでしょ 確かに盛り上がった時間足らんかったなとねでもまだ延長するとその分体力持ってかれるんですけどねそうそうごめんなさい大丈夫うんとねんかかなたさんって不思議体験にも詳しいですよねじゃあ詳しいっていうかいろいろ聞いてるからこうじゃないああじゃないみたいなこと言ってるだけですけどね適当にああじゃあまたなんかそういう不思議体験系もあるんでね1時間後来てたら よろしくお願いします。はい。はいすみません。長なりまして。い,いえ、とんでもないです。<笑><笑>ありがとうございます。なんか落ち,ちもなく怖くなかったけど。<laughs> とんでもないですよ。大丈夫ですよ。<笑><笑>はい。じゃあ、失礼します。はい、どうも。はーい。あもしもし,、はい、もしもし。あれもしもし。はい。あかなたさんですかかなたさんです。はいもしもし はじめましてはいはじめましてはい初めてなんですけどはい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 お名前いいでしょうか緊張してます緊張してますって名前 <laughs> はいそうです <laughs> 緊張してますって書いてください <laughs> いやいやいやは <laughs> お名前いいですかみやびですみやびさんひらがなでいいですかあ漢字でお願いします漢字でみやびさんよいしょ。 はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいではではどんなお話でしょうかえっとかなたさんに選んでほしいんですけどやだえぇ、ー、<laughs> お願いです,なんで,すでな,なんでしょう。いっぱいあるんですけど <laughs> ん<に>病院編 <laughs> カラオケ編2タ,2タぐらいにして <laughs> 病院カラオケ編それから本コアあじゃなきゃ本コアじゃなくて一コアうん それと何でしょうかね車はいはいあまあカナタさんも怖いですけどねえっ、ー、と何いたしましょう何じゃカナタさんあカナタさんですか <laughs> ああじゃあ結婚してくださいしてじゃあ絶対にいや <laughs> <laughs> お願いそうかじゃないからそうかじゃないからいきなり結婚ってなんだよ怖すぎるわ。 それが怖いよ。<laughs> 書かれちゃうね <laughs> コメントに <laughs> そらこ、そゃ書かれるわコメントに書かれちゃうねあんまりカラオケないからカラオケかなカラオケですかはい、はい、えっ、ー、とこれはえっ、ー、と友達とカラオケに行った話のことなんですけどはい。今から一ヶ月前の話ですほう 家から10分ぐらいの距離のところに、はい、あの幽霊が出るというえー、と乗っかってたんですねあの、はい、携帯に、はい、埼玉県で、はい、でそこへ「えー、とライブミーっていう配信をしてるんですが配信をしながら、はい、そのカラオケ屋さんに行ってきたんです。そ、はい、それでえっ、ー、とその 何もないねって歌を歌いながらコメントさんの人たちも何もないねって話してたんですね、はい、でも2人で行ってるのになんでそんなに壁どんどん叩いてるのって言われたんですお<う>であちょうどあの入り口から入って私から入って右側が椅子が長い椅子が置いてあるんですけど、はい、そこからどん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 と叩く音が聞こえるんです、はい、それで私怖くなっちゃって 友達がななんか怖くなトイレ行ってくるって友達が言い出して、はい、私一人でもドカン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 ,ドカンされるんで、はい、私怖くなってあのー、どうしようかと思ってたら今度画面がプツンと切れちゃったんです。うん、で画面の下にいろんな本とか置くような機械とか置くようなカラーボックスみたいなところがあってその横に黒いカラーボックスが置いてあったんです。うん、で、そこから ニューッと40歳ぐらいの顔立ちの生首が出てきたんです。お<う>で私びっくりしましてうあどうしようもなくしてもう心臓が止まるぐらい目と目が合っちゃってうどうしていいのか分かんなくて今度はマイクからマイクのスイッチ消えてるのにギーギャッと落として男の人の声がギャッて叫び声が聞こえたんです。 それでカラオケの人にお部屋を変えていただけませんかって言ったんですけどまだ歌うきやったんやそんなんなったのにはい <laughs> まだ歌うきで、ま、もう電話しててもだ i v e m e で配信してるんですよそれでも<信>今それ配信切れてる状態でしょそれが起こってる時っていや切れてないですみんな聞いてましたその音をはいギヤーっていうよログって残ってないの ログって残ってないってことはもう消えちゃったもう消えちゃったんですよえなんえ消えるやつなのあのライブミーっていうのは録画で十五日ぐらいは残ってるんですけどああ、そっか一ヶ月前だからないのかはいであのそこは部屋をお部屋をなんていうの行きたい人はこの部屋ん空いてますかとかって言うと入れてくれるんですけど、うん、その部屋空いてたんですね出るっていう部屋が そこに私たち入ったんですよ。うん、っていうかこ,これ見てる人、その時視聴どれぐらいだったんですか。えっと視聴は六十人ぐらいだよね。じゃあ見てるってことですよね。その六十人ぐらいは。全員見てます。顔も。マジで顔が出てきたの？はい。マジで。顔映したんです。誰かキャプってないかな。だって録画は残ってたわけでしょ。十五日間ぐらいは。そうです。 え絶対誰か残っしてキャプってるよねそれってライブミーってスマホですよねあ私タブレットで撮ってましたタブレットって PC とかでも見れるタイプでしたっけ PC は<が>基本スマホとかそういった方方ですよねで基本そうですね iOS も,もしくはアンドロイドとかでやるやつですよね、はい、今でもキャプチャーできるからな 単体でででもそうなんんすすか消えちゃったんですけど、うん、iPhone とかだったら今新しいやつはその画,面ご画面ごとキャプチャーできるから動画で、ええ、そこだけ抜き出してあげてる人がい,い,いてもおかしくない案件だけどなそれでびっくりしたのがその壁の後ろが、うん、何もない部屋だったんです。うん うん、うん、一番初めの部屋でした私たち。あそうえええ話題になってないの？<laughs> なりました。えそれどこのサイト？サイト。うんどこで話題になったとかそこやってるのとかそらほらなんかしらあのだってオカルト系統のサイトが黙ってないよそんなの。 あのねライブミーだけでだけの人たちだけで騒いでましたけどいやそれはそういやまあ全然誰も知らなかったライブミーっていう媒体だから誰も知らなかったかもしれないけど今キャプレるしこんなん映ったっていうようなものとかがあるかもしれないからツイッターやってますツイッターやってますでそ時のの時 そ,その時になんかつぶやいてますよね。こんな映った云々かんぬん、ここでやってますっていうやつ。ああ、あの出してませんだ。嘘つきだと思われると思って。とい、うことは何も残ってないってこと。そう、でも、私たちとも同じ、あの友達三人で撮ってるんですけど、うん、もう一つ言ってるんですよ。もう一つ,つ。はい、もう一つの場所はほら、一話しか話せないので、もう一つの場所も幽霊を撮ってるんです。 それは <laughs>。それも問題になって、なった、なったんですよ。どこで問題になったの。ライブ見る <laughs> だけですけど。<laughs> いや、えーな、なん、何にもないの、映像。え、そう、何も残ってない <laughs>。ついこの間まで残ってたから、撮ろうと思ったら、もうな、映像が消えちゃってるんですよ。 いや誰かがキャプってると思うしどっかがそんなもん絶対黙ってないと思うし映ったら絶対にどっかに転載されるからね何にもないのか何にもそこまでのやつしかも2回とかだったら560人見てるんだったらどっかに残ってると思うけどのマジ何か何とかなんかきあの例えば今後「ライブミーやるときに。 はい。ちょっと聞いてみてもらえます、リスナーさんに。はい。前やったやつのキャプった画像とか、はい。はい、ええー、その撮った映像、はい。画面内キャプチャーで動画を撮ってる人とかもしいるんだったら、私のとこまで送ってくださいっていうのちょっと聞いてみてもらえません？はい、はい。そしたら金佐さんに送るんですね。はい、うん、わかりました。いや、これそんだけがっつり写ってギャーってなっててもうあの。 えー、燃えてないっていうかそのバズってないのはまあないと思うからもったいないから誰かが持ってると思うんですよねいや何かしらキャプってるしかもだってこれ録画が残ってるんだったらその間だけしかないんだったらわかんないけど2つもあるんだったらいやまだありますよ私たちあのー、1年間に4月から10月まで配信してるからはい。 まだいっぱいありますけど、じゃあそう他のでもよかったら金子さんに送ったもいん。ただのモヤとかやめてね。モヤじゃなくて <laughs> 白い影です。いや白い影だったら薄いから、ほら顔が出てきたんでしょ。あそれははっきりと顔が出ました。うそういうの見たい。はいうん。影いらん。じゃあ,あのライブはね配信した時 <laughs> っていうか知ってる人がいるんで、うん、これからでもまたかけられるんで。うん もうん、これからかけてみてののうん残ってるか<ょ>あの見てたかちょっとねそれはちょっともったいないからねだちょっと見れるもんだったら見たいですよああじゃあ,あのあ乗っかってるんですよねあの住所かなたさんは乗ってないよなんで住所どこに送<や>どこに送ったらいいですかいやいやいやライン <laughs> あラインでね。すいませんでした。なんだ注射。注射ってごめんなさい。どういうなんだ私を送っちゃうの <laughs> お。おおラインで送ります。画像と動画。ま画像は少なくとも誰かしら持ってるはずですよ。動画もあると思うけどなぁ。ちょっとよろしくお願いします。あじゃあ白い影じゃなくてはっきり映ったのですね。そう本当にこれははっきりこれ人だって確認できるような映像です。映像ですね。はい。 わかりました。これあのディスナーさんも、うん、ライブミンのディスナーさんもあの知ってる人がいますんで聞いてみますこれからも。ーあとツイッまだ起きてる人いるんで。ツイッター使うって人もありますからね。はい。うん、うん。載せます。宮城<う>で。そうですね。あとそもそも嘘だって思われるから嫌だっていう話を今ここでしたのはなぜかなっていう疑問もあるけどそれはまあいいや。<laughs> いやあんまり <laughs> あのよくあの映像会社の人書いてみますでしょ。 映像会社ええー、あのあ映像会社の人がやっぱりあんまりこうはっきり映ると薄らしいとかっていういやそもそもそれ段階が違うじゃないですかそ,です、ね、それはメディアから出ているそ,そのなレーベルから出ている映像とかだったらそう言われるかもしれないですけど「ライブミーっていう配信媒体からそのまま生の状態で映像が発信されてるっていうことはそれはまた話が別じゃないですか配信中にマに真さんがスクイーションしましたって言っはずですよ あ、ありがとうございます。はい、わかりました。よろしくお願いします。これはちょっと、これはスクープかもしれないのでね。あ、そうなんですか。そりゃそうでしょう。<laughs> いや、私はしょっちゅうそういうの見るから、あんまり。そんなの出したことなくて、全部写真とか全部捨ててたんですけど。燃やして。ああ<ー>。<laughs> 燃やして捨ててたんですけど。うん<おー>。<laughs> <laughs> そうなんですか。いや、まあ、いいや。 あったらお願いします。わかりました。はいはい。はい、よろしくお願いします。お話できて嬉しかったです。ありがとうございました。<laughs> す。はいありがとうございます。はーいどうもー。失礼いたします。はいはい。はいもしもし。あお久しぶりです。はい。 ええグリーンと申します。はいいらっしゃいます。久しぶりですね。めっちゃ久しぶりですね。グリーンさん、よっしゃ。何年ぶりでした？何年じゃないんじゃないかな？え年経ってるよ年経ってます？経ってる経ってる。えとあでもそうだ。でしょ？2017年だ。一年経ってますね。あやあ一年ちょうど。あご無沙汰してます。ご無沙汰しております。もう嫌われたかと思いました。 え嫌われてない、行きたくて行きたくて、こうなってきて、<laughs> 何をしちゃいますか、本当に。<laughs> <laughs> ういや、謎の失踪を遂げる方もちょいちょいいるんで、まあでも、そもそもほら、うん、話がなくなったら来れないじゃないですか。まあね、ね確かにね、ちょっとね、最近、結構、まあ、まあ、個人的で悪いんですけど、なんかバタバタしてたんですよ、いろいろと <laughs>。そうなんですね。で、最近ちょっとね、僕、まあ、ちょっと全然さっきの話になっちゃうんですけど、あの引っ越ししましたん。 で引っ越した場所が周り墓だらけなんですよ。うち。いいですね。墓に囲まれて今生活しますよ。いいと思いますよ。夏はも閃光の匂いがもうムンムンでね。<laughs> でね,ね、常に。ね、常に実家の感じで過ごせますね。 あ、いいですね。なんかじいちゃんっぽくてね、なんかじいちゃんの匂いとかしそうでね、なんかね。まんじゅうと茶でも飲みながらね。あ、最高っすね、それね。まあ、俺、今コーヒーしかないんだけど、今の話じゃないけど。ちょっと待って。で、百物語ではい。どんなお話え、まあ、僕も友達から聞いた話なんですけど、よろしいですか。はいはい。え、まあ、 昔彼は栃木に住んでた時の話なんですね。うん、で今彼は栃木にいないんですけども、うんまあ、地元が栃木でその時にあった話で、うんあのー、東照宮日光東照宮に続く、まああのー、い古い街道があるそうなんですけど、うん、まあここってまあ脇道とでカーブも多くて、うん、まあ事故も多いそうなんです。でまあ その街道沿いにですね、ちょっと知られている古いホテルがあるそうなんですよ。はい、10階ぐらいの建物で廃墟なんですけど。<う>わ。<laughs> 知っていますいや、いや, <laughs> いや、どこだろうって思って。まだあんのかなえっとね、ちょまあ、先に言っときましょうか。ちょちょまあ、でも、多分知ってる人は知ってると思うんですけど。一生は言わない方がいいかもしれないな。どうだろうね。いや、あの、菅さんのメールの方で。ああ、はいはいはい。うんうん。あのー わあ新しいスカイプなんか機能変わってるのち,ちょっと待って、ね、そうそうそう。そう。分かりにくいんですよ。もう今新しいやつ。なんかめっちゃ腹立ちますなんかいろいろわけわかんなくなってきてる。あこ、これです。えの、これの、うん多分,分かると思いますけど、ここですね。あ <laughs> はい10階建てですね。そうですねああ、なるほどね。あほあ、あんなとこまで、あそこまで、はいはい。そうですね、ちょっと体験したお話があるそうで、ははいいそこにですね、男女4人で行ったそうなんです、肝試しですよね。はい手前に駐車場があるそうなんですけど、そこに車止めてね。で基本は 立ち入り禁止なんですけど、はい、まあそこ柵があって、うん、まあ柵を越えてで、ホテルの屋外の施設歩くそうなんですけど、まあま、あなんせめちゃめちゃ暗いそうなんですよ。うん、だから、周りに民家もなくて真っ暗なんで、うん、で、まあ、その、まあ、彼ですね、えまあ、友人なんですけど、友人の、えー、仮に何としましょうか、えーと、佐藤君でいいですかね、はい、佐藤君。はい 佐藤君がまあペンライトを持ってそれでまあ歩いていったそうなんです、うん、でまあエントランスの方にどんどんまあ近づいてきてそこのエントランスにガラス扉になってるんですけどめっちゃくちゃ割れてるそうなんですよ、うん、だからもう結構やすやすと入れるそうなんですね、うん、でそこ入ってまあエレベーターであろうとまあ扉もあるんだけどまあなやっぱ廃墟なんで電気も通ってない、うんうん 当然階段をと思って上へと登っていくそうなんですね。うん、でこの時の肝試しの醍醐味としてまあこの、まあ、友人の周りの友達連中でもそういうことをやってるそうなんですけど、うん、一番最上階に行って帰ってくるそれだけのことなんですうん、うん、でそれをまあ彼らもやったんですけど、うん、暗い中ペンライト持ちながら1階2階とホテルの各階の廊下をずっと横切りながら登っていく感じなんですうん、うん で各フロアの廊下は大体30メートルぐらいあるのとかって言ってましたね。そうなんですけど、ペンライトでやっと見えるぐらいの奥行きで、まあ、見えるか見えないくらいの奥行きなそうなんですよ。うん、なんで、まあ、そこをまあずっとのけてって、まあ、他の部屋にもドアが閉まってて開かない部屋もあるけど、中には開く部屋もあるそうなんで、あのうん、ホテルなんでね。そこまでまあ各階を、まあ な何日かは開けたりとかしていったそうなんですけど、うん、だけど、まあ、特に、まあ、上に登るのが目的なんで、特にまあ全てを回ることもしないで、最上階までまあおしゃべりしながら登っていこうかなと。うん、で、まあ、大体3回以降になってくると、もう回数とか気に,せない気にしないで、まあ、階段の終わりがゴールだと思って、どんどん登っていきます。はい、で、まあ、なんか大体まあ最上階に着いたかなみたいな、そのぐらいの登ったかなみたいな感じの時にですね。はい まあお友達の田中君っていうお友達が一緒にいるんですけど、はい、廊下の方を見て「あれなんか見えた」ってそんなこと言ったそうなんですただそれもねペンライトを持ってるのは佐藤君が持ってるんですよ。うん、でさらに廊下を照らしてなかったそうなんですその時。うん、真っ暗なのにそんなとこで白いものが見えるっておかしいじゃないですか。うん で佐藤君が「何言ってんだこいつ」って思う、まあ、佐藤君こんなことしながらもう結構なビビリなんでだからなんか、まあ「はお前な何言ってんだ?ってこと」とか俺そういうの嫌いだからさマジでちょっと変なこと言わねでくれよと、うん、それで一括して、まあ、田中君も「うんごめんうんうん何でもない何でもない、まあ」そんなこと言いながら言ったんです、まあそもそもね あのこういうの嫌いだから俺そういうの嫌いだったら肝試しに行かなきゃいけないんですけどこいつもまあね <laughs> <laughs> まあそもそも,、まあ、そもそも論になっちゃう <laughs> そもそも論、ねうん、でもまあまあ何とかの言いながらまあとりあえず佐藤君、まあ、こいつとちょっとビビらすつもりで冗談言ってんのかなと、うん、そう思いながら、まあ、その場はまあ収まったそうなんですけど、うん、でまあ気を取り直して、まあ、女の子たちもちょっと怖がってたんで,、うんでまあ、気を取り直して再び上に向かってコツコツ こっつっつてて歩いたで次の回に上ってさらに次の回に行くか行かないかまあ多分最上階なのかなこれが上り詰めた時に田中君がなんかちょっと苦しそうに「佐藤ちょ,ちょっといいかな」ってそんな感じで言ったそうなんですよ。はい、えどうしたって、まあ、佐藤君も聞き返したそうなんですけどそしたらもううつむいた状態で痛いんだよ 痛いんだよって言って、ね「はっ?」て、えどうしたの?」って言ったら「さっきから右足が痛いんだよ」って言うそうなんですよ。うん、で佐藤君またこいつぶっちゃけやがってとかって思ってふざけたこと言いやがってとかって思って「うん、足が痛い」って「何で痛いてんだよ」って感じでちょっとイライラして言ったそうなんですよ。うんうん、でもそしたら向こうも痛いから「わからないけど痛いんだよ」って言って向こうも怒って言ってきたんですよ。うん 佐藤君も,もういい加減にしろと笑えねえからもういい加減にしてくれと言ったんですけどでまあちょっと言い合いになったんですけどしばらくしてから彼があの田中君の方が「ああもう大丈夫大丈夫うんもう大丈夫だからそういうそうなんですよ」でまあ佐藤君もビビっちゃってまあ痛いのが大丈夫ならまあそれ以上問い詰めることもしなかったでまあ場の空気もまあ女の子たちも本当に怖,く怖がっちゃってまあもう本人も大丈夫だっ,つって言ってたからまあ もうちょっと上る、上、まあ、る感どうしようかっていうこと思ってたんですけど、まあ、歩き始めたら、やっぱり田中君、足取りがなんかちょっとおぼつかない状態になってて、はい、もう完全に右足をかばいながら歩いてるのが見えたそうなんですけど、もうね、自分が見えないところでも。うん、だから、あこれはもうまずいなと思って、本当に痛いのかって言っても、大丈夫だからって、それしか言わないけどね、さすがにこれはちょっと嫌だなと思って、もう悪い状態言ってるんじゃない。 っって思って思、はい、もう戻ろうと。それともうそう言いながら階段降りていったそうなんですよ。はい、で、まあ、降りていくにあたって、なんかだんだんなんか、田中君がまあ後から言ってた、聞いた話によりますとね、はい、田中君もなんかだんだんちょっと痛みも収まってきたそうで、うんでまあ、おかしなこともなくなって、それでそれぞれ1階にたどり着いて、うん、でもやっぱさすがにそういうことがあって、やっぱみんなも、その、女なんかでもちょっと半泣き状態になっちゃって、もうみんな怖くなって、車に乗ってそのまま帰ったそうなんですよ。うん でその道中にまあ車に乗ってる時に佐藤君がさすがにちょ,っとちょっと気持ち悪かったんでちょっと正直言ってくれと、うん、その足が痛いって言ったのが冗談で言ったのかそれとも本気でもう痛くて言ったのかどっちなのかってもうそれは,はっきりさせたかったみたいなそしたら田中君がやっぱ本気で痛かったと、うん、でなんかまるで自分の足じゃないみたいにめちゃくちゃ重たかったそうなんですよ、うん でそれでもう本人も怖くてで何かそいつと話して「<laughs> 痛い痛い」って言う,うたんびになんか重くなってくるようで、うん、これ言っちゃいけないんじゃないかと思って「大丈夫だから」ってそういうふうに言ってたみたいな、うん、そんな感じだったそうなんですよ。はい、でまあここっていうのが、まあ、いくつかバルコニーがあって行ける状態になってるそうなんですよ。はい なんで,で,でも高いところから飛び降り自殺した人がいたらしい、どうなんだろうっていう、うん、そんな噂あくまで、があるそうなんですけど、はい、まあそんな時にまに、佐藤君、あのーまあ、僕の友達、佐藤君ですね、はい、別のにあに、あの仲間15人ぐらい連れて、先輩も交えて、ここに行ったことあるそうなんですよ。はい その時のまの先輩たちっていうのはまああのエントランスでね、みんなで写真を撮ろうと、何か映るかもしれないと、まあまあ、度胸試しみたいな感じで、それもやったそうなんですけど、ただ、さすがにその十分、人数が多いんで、写真を収めるためには、どんどんあ近づきすぎても写真、みんな収まらないじゃないですか。だからどんどんんその エンントランスのところでさあの先輩がカメラを持ってどんどんフレーミングを収めようと思って一歩二歩って下がっていくそうなんですよ。はい、そしたら一歩二歩3くしゃってなんか踏んじゃったそうなんですよ。くしゃうん。でみ先輩が「おっ?」ってなったそうなんですよ。そし、はい、たらなんかねそれ踏んだのが足元そーっと照らしてみたら、はい、もう多分も,もうこれ花束だもうはっきり分かったんですよ。もうボロボロになって枯れた花束のようなるものが<ー>もう包まれたものが。 あっって、はい、それを踏んんじゃたたみたいなんですよ、はあ、でみんなが「うわそれまずいっしょ」ってなって、はあ、まあちょっと茶化してるやつもいたりとかして、はあ、でももうまあ写真撮影はもうそれとりあえずしてまあまあ写真撮ったから「はいみんな解散」っていうかその日はもう終わったそうなんですよ、はあ、何にも起きなかったとただその写真になんか写ったってその後見たらもうそういうこともなくて、うん、でまあその夏だったんですけどまあその人 一夏が終わって、うん、でまあまああの時に怖かったねとかってそう思い始めてた時、うん、佐藤君のところに電話があったそうなんですね。うん、でそれが先輩の友達だか,からみたいで、うん、その先輩が事故にあったって言うんですよ。<う>でそのね、まあ、事故の状況を聞いたそうなんですよ、ね。そ<う>したらバイクを運転してた時に。 まあ結構その人バイクずっと乗りこなしてるからそんなことねまあそんなどんくさい事故り方するような人じゃないとかってまあまあ分からないですけどね僕はねはい、はい、そんな人だったみたいなんですけどただ急にね体に違和感が感じたそうなんですよその人うん、うん、でなんかねパニックになっちゃって、うん、でっこのまあ転倒しちゃったんですよ、うん、でその時に右足複雑骨折したそうなんですよ みんながねそこにいた十五まあ結構いるじゃないですか、はい、いたからその,そのことを知ったらなんかみんな一応に考えちゃったのはその時先輩が踏んだもの、うん、とかっていうのは右足で踏んでたあ。<ー>うん。ただまさかとは思ったけど、はい、まあそこら辺がゾッとしたってそんな話みたいなさ、ね、はああそこあそこ <laughs> 俺は行ったことないけど知ってはいたけど <laughs> うん、あそうななんんすすかかいでね結構有名みたいであの辺のまあ悪ガキさんとかがう、うん、入り込んでなんかいろいろやってるみたいなこととかいや,いや多分そらくこれ言うとバレちゃうからあんま言えないんですけど、うんうん、あそこちょっとあのーまあ、あそこ経営してる人いるっちゅうか一応 うん、あるにはあるんですよ、今、ちゃんと経営している媒体が。うん、そこが、うん、あのほらいわゆる何々物件って言われるようなものがあるでしょう。あの怖い人たちが。あーあ,あ、のち,ちょくちょくそういうのを扱うところって、まああいう人たちが扱うっていうのはありますね。あうんあ,ー、うん、おうあ、そうね、多分間違いないと思うんですよね。<laughs> うん いろいろ聞きましたけど聞きましただからあそこやめた方がいいなってんか、うん、ガチでやばいって彼も言ってましたからここはてって,言って,言っていや相当有名っちゃ有名だし、うん、あのどっちも怖いっていう人でも怖いし <laughs> そっちでも怖いっていう話はよくは聞きますね。 まあで,ね、あでも花束か、まあ、そういうのがあったんだな,なんかねボロ、まあ、彼が言うにはもう花束って言えるようなもんもしてるボロボロだったみたいですけど、ねうん、ただみんながさすがにそれを踏んだのを見たら、まあ、そういうところに行ってそれで踏んだっていうのだったら怖がるやつもいたりとか、まあ、それを茶化すやつがいたりとかその中で盛り上がっちゃったっていうかまあだからっていうようなところもあるのかもしれないですねなんか わかる気はするんですけどね、この感じっていうのはね、ただ、結構ねこう、ちょっと聞いて、うん、怖いなとは思ったし、実際結構有名な場所だったから、ー特にやっぱこう、うん、知ってる場所だと、さらにあそこら辺かなとか、うん、でもあそこはもう防火扉で行けなかったけど、あの中ってひょっとしたらどうなってるのかな、昔とかって思うと、これ、いつの話でしたっけ これねいつ頃だって僕聞いたのは最近なんですよ、この友達にただ彼も、もう、まあ、今、あのーまあ、岐阜県のほうに住んでるものでもう結婚しても3、4年だから、もっと前だからもうもう多分 10, 10年経ってんのかなもっと分かんないけど結構前だと思いますよ。そうだとそうだ俺はもう数年経ってますけど、うん、行ったのは行かれたんですか、やっぱあ行ってますよ。 あの多分その文言で俺の名前入れたら出てきます。うん、<laughs> マジっすか YouTube で。すげえさすがだな。おそらくそのいけない部分はもうしょうがないんですけど、うん、入れる <laughs> ところは全部回ってると思う。えなんかやばい感じありました、まあ、不気味っちゃ不気味ですけどうん,うん別になんかそういった何かしらオカルトチックなとかは特に何も。 ないですまあそれはもう、あのー、あんまり考えてないっていうところもある,ある,あるんですけどま、うん、まあ、まあ不不気気味味っちゃ不気味ですね怖いっすよねなんかなんか嫌、うん、だなとそれ聞いた後ともう,もうそ,それ2時か3時ぐらいに聞いたもんでその後もう寝るっていう時だったもんでめちゃめちゃ怖かったですよこれ聞いた時。まあねいや実際問題言ってそういうようなものを踏まないようにって絶対気使ってやってますけど。うん、うんうん うん、いや、怖い。何踏んでるかわかんないですからねそ。それ一番怖いと思う。わ、うん、かる。なんかすごい。うわ、俺、もしかしたら踏んでたかもしれない。やばいなって思ったのは、威発ですね。うマジですか。うん。確かにそこに威発があるっていうのは映ってるし、あるのは分かってたんですけど、その時は分かってなかったから、<ー>ごっちゃごちゃなってこ散乱してる中。うん ひょっとしたらなんかそういったのも踏んでたかもなーって思ってちょっとああちゃんとした見,<ー>見とかないとっていうのはちょっと思いましたけど、ね、ああカナさんあれで撮影した後ちゃんと証拠は残りますもんねどこにいたとかどんなものがったとかとかっ <laughs> 証拠 <laughs> <laughs> あいや要はその時は分からなくても見たら、ね、ああここに何かあったかっていうとはそう後で再確認できますからね、うん、もう亡くなっちゃったから別に言ってもいいと思いますけど「あの華麗なる一族」っていう廃墟とかは後にあは,いはいはい、それを見て遺影がどこにあったかっての分かりましたからね うん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 ああの話怖かったですねちょっとう <laughs> あああれはあそれで見てあここにあったっていうのが分かったから。うん そういうのとかもね,ねまあ後々見てわかるようなものもあったりするのでねいやでもいやーそっかーいやちょっときついね気をつけよう <laughs> あそうですねまたなんか近々行くんですか,うかそう行くまあ一応あの3万人行ったら5月の中旬から四国一周、うん あ、四国行くんですか。四国遠征が決まりましたので。夢の、夢の四国遠征ですね。そうですね。ちょっと半月ぐらいかけて。半月。あ、すごい、うん。ちょっとやろうと思います。あ、た、なんか楽しそうというか、なんか過ごそうというか。いやすっげえ大変だと思うけど。うん。じゃあ、に、半月でどれぐらいできるかっていうのは。うん、ある程度。 ルート決めていかないと絶対無理だと思うから本当に行きたいところを厳選していくのとあと余裕ができたらなんか回るっていうような感じでやりたいですよねああいいですね素晴らしいいやまちょっとまた何かありましたら、はい、あ,あそうですねちょっとまた話まとめたらいくつかまたあるんですよぜひぜひぜひ,ぜひあのちょっと全然嫌ってないんでむしろ好きなんで <laughs> いや、嘘です。<laughs> いや、そんなことないですよ。まあ本当に来れるときにね、<laughs> 来ていただければと思う。いや,いや、もう愛してますよ、本当に。<laughs> 愛しはしないで。<laughs> ああ、愛しはしちゃダメね。OK。<laughs> <laughs> 了解。<laughs> <laughs> まああの、ちょっとまだこれから先にちょっと、まああの楽しめちゃめちゃ百物語を楽しくしすんで。よろしくお願いします、はい。はい、どうも、お疲れ様です。です。ありがとうございます。はい。 はい、もしもし。あ、もしもし、はじめまして。はじめまして。お名前。ちょっと、初めてで緊張してるんですけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お名前聞いてもいいですかはい、愛獣と申します。あ、うん愛 <laughs> イ愛ュ,イュさん <laughs> ひらがなはい、ひらがなで。ひらがなで愛獣さん。は,い、はい、よろしくお願い,いたします。はい、ではでは。 はいと。私の母が体験した話になるんですけど、はい。はい、はい。えっと、私の母が、えっと、私の兄弟を産むときに実際に体験した話になります。はいと、はいと。私の母が結婚して神奈川の方に嫁いだんですけど、はい。出産をするときはいつも東北の実家の方に帰省して、はい。 おばあちゃんと一緒の病院で出産をしてたんですね。はい。はい。で、その間、あの、父親は神奈川の家に毎年いつもいて、はい。母だけ帰るみたいなことが毎回だったそうなんですね。はい,はい、はい。はい。で、まあ、その、結婚が5年間だったらしいんですけど、うん。あんまりそんなに仲が良くなくて、うん。まあ、3番目、私のまあ3人目、 <ん>妹を産むときも、1>, うん、ま1人で行ってくるねみたいな感じで帰省をしてて、はいいざ入院ってなったときに、はい、なんとなくちょっと今どんな風にしてるかなと思って、はい、父親に電話かけたそうなんですね。はいそ、はいはい、したら、しばらくしてから、うん、まあ父親が出て、ちょっと慌てた感じで父親が電話出たんですね。はい、はいでえなんか どうした今日なんかあったみたいな感じで,、うん、で。母が、いや、特に何もないけど、みたいな。普段通りだけどって言ってるんですけど、うん、なんかちょっと父親の様子がちょっとおかしいらしいんですね。うんはい、電話の出口の。で、あれなんか変だなって思ってたら、うん、母は、実際はその東北の病院にいるんですけど、うん、なぜか神奈川の部屋の、その神奈川に私たちと住んでた、 マンションが目の前に見えてきて、うん、その父親が電話を取ってる姿が、姿を見下ろしてたそうなんですね、そのはい。で、その父親の隣には、全然知らないその父親の同年代、父親ってちょっと年下だったんですけど、はい、若い女性がその電話を一緒に聞いてる様子だったんですよ。 うん、で「あこいつはやってるなと」ともう直感で思い <laughs> いやごめんなさい今ちょっと離れた。こいつやってんなと。そうです、ね、ははとうん。えなんか今取り込み中だったみたいな。うん、で,でいや何の話みたいな。うん、っていうのを本当にそれが。 もう見下ろしてる状態で実況中継で見えてるんですって母親には今それが。<laughs> <laughs> でいやその、じゃあ今電話の隣に立ってる髪の長い花柄のワンピース着てる女性は誰なのって言ったら、うんうん、お前気持ち悪いこと言うなよって言って電話切られちゃったって言って、うん、でちょっとそこからそれになって、うん、で母は無事安産で。 妹産んで、うん、あの無事離婚して <laughs> 今に至るっていう話です。わな,なんじゃそれ。<laughs> <laughs> 母親がいわく、うん、あの時私は生きりをたぶん飛ばしてたんだろうなっていう。いやもうなんかその話って、はい、世の男性戦慄しますよね <laughs> そ,そうです、ね、多分。だって、うん、別に監視カメラもな,な何もないのに。 今から30年ぐらい前の話なので <laughs>、うん、そのスマートフォンもないしいやそれが事実だったわけでしょだまあそれも多分そういうもともとちょっとその距離が離れてたっていうこともあって、うん、ちょっと母も話してくれた時に実際そのお父親が浮気してたかどうかみたいなところははっきりとまでは教えてもらえなかったんですけど。はい ま多分それも一因にあったのかなみたいな。までもそっから、なんか、なんだろうな、でも、リアルタイムで見えてる状態なわけでしょあみたいです。自分はその前のピンク色のこうダイヤル式の電話を受話器を確かに持ってるんですけど、その病院のいる自分と、その家の上から、天井から回る、本当にテレビみたいな、なんか冬。 ーリーだじゃないんですけど、上から見えてるみたいいな。いや,こうー <laughs> いや別に <laughs> やましいことしてるわけじゃないけどうん。なんかその今ね結婚して家族のもねいる方がですよはいも,もしかしたら今状況めちゃめちゃがっつりやってる人がいるかもしれないし <laughs> そうですよねなんか世にはちょっと。 こう<え>出産間際の奥さんのほっぽいっと言って、うん、なんか不倫するみたいなのがよく聞きますけどねまあまあまあ、うん、あるでまあねまあそんなことはいかんのでしょうけど今まあ別に不倫も何もしないけど状況的には一緒の人がいるかもしれないでもそんなにき急に今ねなんかベリベリ,リンとかで電話かかってきたらめちゃめちゃ怖いですよねだ <laughs> <laughs> <え>だから女の感って本当にあるんだよね。 だ、なってちょっと思います。あ、そもそも感は超えてる。<laughs> <laughs> そうですね。うん。うん、なんか、うん。特殊能力みたいな。はあ、いや、これも今世の男性戦々恐々としておりますよ。多分ん、たそれまでにいろいろこう。<ー>思いが。募ってじゃないですけど、たぶん、つ、ね、も、に積もったものがあって。 んかピョーンって飛んだのかもしくはその、うん、なんか防犯カメラみたいにそこにずっと備え付けみたいな感じで、ね、<laughs> なんかこうわってあったのかもしれないけどそう,そうですねなんかちょっと念が強そうな母親なんで<ー>それはあるかもしれないな、ね、いやすげえなー <laughs> 悪いことはできませんね <laughs> そうですね私も負なきゃと思ってそうなんですありがとうございます で、こちらこそ、ありがとうございました。また、何かありましたら、お願いします。あ、よろしくお願いします。はいいのも。失礼します。はい。はい、いらっしゃいませ。あ、もしもし。はい。えーっと。あ、え、え、あ、どう、どうすればいいんだろう。あ、お名前聞いてもいいですか。 あ、えっと、キズのなめあいと申しますキズのなめ。<laughs> はい。<laughs> キズの、なんかどっかで聞いたことある。なんか。あ、なんか、なんかスリーディ的な、なんか可愛いま。あ、ま,まあ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 。あ<ー> <laughs> なめあいさんね、キズのなめあいさんね。はい。あ、えー、リーチますはい、どうもです。ではでは、どんなお話でしょうか。と、自分、一応。 えっと底辺ユーチューバーをやっておりまして、あらいや底辺もんね、<laughs> なんなんもないですよ。なあまあまあユーチューバーをやっておりまして、えーはい、ちょっとその撮影の時に起きた出来事をちょっと話そうかなとほ<う>、思うんですけど、はい、ととあるそのユーチューブの撮影で、あの八王子市にある <laughs> あのとあるあの心霊スポットに行ったんですよ。はい、あの先ほど 行ってあのおっっしゃってたあのああの、あの,あのああそうあのところに行ったんですけどもであの自分結構心霊スポット行くのが好きで <laughs> はい、はい、であの今21になるんですけどもあ<ら>えっともう車の免許も取ったっていうことでもう、うん、自分神奈川に住んでるんですけどはい、はい、神奈川のも心霊スポットというものをもう行き尽くしていただきましたか。でもう もう全然何もなかったんですよ、うん、だからもう東京に進出しちゃおうということで、うんうん、ちょっと行ったんですよね、うん、でそれでそのその心霊スポットっていうのがその何本か行ける道があるじゃないですか、うん、でそのなんかその多分正規じゃないルートにで向かおうとしてしまって、うん そう道に迷ってしまったんですよ。はいはい、でなんかどんどん奥に進んでいると、うん、その獣道みたいなとこに進んでいったんですよ。はい、でなんかそこに入ってなんかどんどん奥に進んでいって結構なんかガサ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 いったりなんか女の人の声とかが聞こえたりしたんですけど、はい、まあちょっと撮影だからといい。 行ってちょっと心レスポットに向かって進んでいったんですけど、なんか結構進んでいったところで。なんか左が竹林だったんですけど、家系みたいな。ところでで左からガサガサガサっていう大きな。音が聞こえたんですよ。で、最初はあの動物かなと思ったんですよ。で、なんもうやばいやばいと思って、一瞬みんな止まったんですよ。で、しばらくすると、そのもう一回明らかにこう。近づくように。 ガサガサっていう音が聞こえたんですよ。はい、で、あのー、ちょっとやばいなと思って、うん、あのイノシシとかだったら怖いじゃないですかうん、うん、動物かなって思って、はい、そのライトをその竹林の方にこう向けたんですよ。はい、で動物って目が光るじゃないですか、はい、けど全然その雰囲気もなく、うん、でその動物が。 そ,れその後動物が逃げ去る音も全く聞こえなくて、うん、で、まあ、急いでその場所から逃げてきたんですけども、はい、なんか今思うといや本当に何だったのかなっていう感じなんですけどもいや終わりです <laughs> <laughs> どうかあっこら辺だったらたぬきまみれだから <laughs> ああけどそのなんか明らかに小動物じゃない。 ガッサガササガが、<ー>すっごいガッサガサ,ガサが音聞こえていやなんか初めて心霊体験心霊体験っていうか不思議な体験気持ち悪い場所も場所だけにちょっと気持ち悪い、ね、気持ち悪いですよねで、うん、あのー、本当にどうあえっとに有名な心霊スポットに行ったんですけども、はい、まあ比較的何もなくないですね何もなく<ー>終わってしまったんですけど、うん まあなんか、一応その動画が、あの、YouTube の方に上がっているんで、はい。ちょっと、なんか。あ、倍名うわ、倍名うわ、やっべえやつ来た。あ、やっべえの来たぜ。名前からしてあれだし、まあでも、行為がいちいち汚い。ああ、申し訳ございません。いや、動画どこあ、えっと、 YouTube の,、YouTuber、あの肩振り」って調べるカタカナで調べてもらいます。あとでコメントしたらそもそもみんな見れるからはいコメントしていただければ、はい、あ,あのー「なめ合い」って言っていただければ大丈夫。な <laughs> め合いって。んかなんか,かるように言っていただければコメントからみんなチャンネル飛べるんで。はいはい はいユーチューバーカタフリーという名前でやっておりますじゃあそっち系の動画を上げていらっしゃるんですかそうですねそっち系の動画も上げてるんですけどもなんか基本バカみたいな動画を上げているんでいや、ユーチューブやってみんなバカですよ全員バカですから大丈夫です普段なんてもう画角の裏でも鼻くそ食ってますから大丈夫ですよ大丈夫大丈夫いやいやほんに あけど本当にその心霊体験とかなんか不思議な話好きなんで今チャンネルチャンネル登録しててもうずっと見てます。ああそうああすみませんいやちょっとなんかひ被害者 A みたいになっちゃってるから。わまたなんかこう俺が加害者みたいになっちゃってるからちょっといやいやいや大丈夫ですよ。大丈夫はいまたねあのなんかありましたらよろしくお願いします。はいありがとうございます本当に失礼いたします。はいどうもです失礼いたします。はい。 はい、いらっしゃいませ。あ、もしもし。はい。あ、聞こえます。聞こえます。こんばんは。昨日。先日はどうも。はい、おはようございます。あ、どうも。あの、いつも見せていただいてます。いあの、数でございます。はい、あの、災難でしたね。災難というか、なんというか、不幸中の幸いというか。もう、タイトルドラゴン桜にしようと思ってますけど。 面白いんです。上がらないですけどね。<laughs> <れ>よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします <laughs>、はい。今日はまあ、あの、まあ、シンプルとかそんなこと言わなくていいんですよね。いやあ、えーとですね。今日はまあ、ネタ何でもいいということなんですが、はい、あの、前から、あの、コメントとかで書かせていただいてますように。あの、私の今住んでます。京都っていうところは。はい、まあ、あの、零時。 と古く、まあはい、からの歴史があって、まあ、あちこちに古戦場みたいなものがあるわけですね。で、私の,あの友達2人とあの真夜中にあの、その友達っていうのはあの当時、奈良に住んでたんですけども、うん、あの車に乗せてあのドライブしながら帰り、家まで送るっていう機会があったんですね、これ、どれぐらい前でしょうね、もう10年近く前になるんですかね。うん はいでその時にあのとある場所を通りますと、うん、そのうちのあの1人は男の子で、1人は女の子で、うん、であの車の助手席に男の子が座って、うん、で後ろに女の子が座ってたんですよね。うん、でどうもなんか、その女の子が霊感がなんか、自分で言ってたんですけど、ちょっと強いんだみたいなことを言ってて。うんはいはい で、まあ、ある場所をこう走っていましたら急に後ろの座席から「はい、私なんか怖い」って急に言い出したんですよ。真夜、うん、中ちょうど1時か2時ごろだったと思うんですけど何が怖いのかなと思ってたんですけど、はい、よくよくそこの,の走ってる場所を自分で確認してみると、はい、これもう、あのーまあ、具体的に場所多分。 すぐ特定されちゃうと思うんですけど大雑把なことを言うと、はい、あの山崎の戦いのあった天王山ございますね。はいはい、天王山の横をあのそもそも古戦場になった川が大きな川が流れてるわけですけど、はい、その川の対岸を私走ってたんですよ。はいええ、でそこを南の方に向かって走ってたんですけどそこを差し掛かった時に女の子が急に私ここ怖いって言い出して、うん、でまあ 前の男の子がそんな何も気にせんでええって大丈夫やから夜中やから怖いだけやろみたいなことを言ってたんですけど、うん、私がまあ確認してみるとちょうどその天王山の向かい側を走ってたと<う>でそのうちにま,ますますその震えとその怖いっていう声がどんどん重くなってきて、うん、で彼女は私の後ろに座ってたんであの、うん、左肩運転してるんですけど私あの左肩のところに手をぐっと置いてどんどん力を、ね、加えてきたんですよ怖いもんだから。はいはい で、まあ、それはもう彼女がやってるって分かったんですけど、うん、もうしばらく走ってたら今度ね誰も触ってないはずなのに私の右肩まで重くなったんですよぐーっと<う>それと同時に私まっすぐ走ろうと思ってるんですけどハンドルがどん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 ね右の方に取られていったんですようん。あのその 川を挟んで天王山の向かいということなんで川がちょうど右側を流れてるわけなんですけどその要するに河川敷を走ってるわけですよねそしたら右側にハンドル取られたら川の方に要するに転落して,てしまうわけですね。夜中ですから対向車もいないし後ろからの車もいなかったんでとりあえずそのハンドルなんとか元に戻そうと思ってまあブレーキ踏みながらこうスピードを緩めたんですけど最終的に止まったんで良かったんですけど。 もうほとんど斜め向いて止まったんですよ、車が。で、もうその子がもうあまりにもガク,ガクガクガクしてるから、ちょっとお前あの、落ち着いて息を吐け、息を吐けって言ったんですね。はい、息を大きく吐いて、そのままちょっとしばらく止めろって言ったんですよ。はい、で彼女が震える声で怖い怖いって言いながら、声を出さないように息をふーっと吐いて、でここでクッと止めた瞬間に、うん 彼女の力がフッと抜けて、うん、同時に私の右肩にかかっていた力とそのハンドルを取られていた力っていうのがなくなって、うん、ハンドルが元にに戻せるようになったんですはい、はい、で車止まってる状態だからまあ良かったんですけどあれ私あのまんまもう何も言わずに走っていたら川に落ちていただろうなって思うし、うんうん、そこでまあなんか怖い怖いって言っててまあ古戦場の反対側を。 要するに私が走ってるわけだから、はい、そういうなんか過去からのそういう何かがあるのかなと思って、はい、とっさに私がなんか生じ実家な知識で持ってたその息を吐いてなんかするとそういうものに対応できるよみたいなことを聞いたことがあったんでそれを彼女にやってもらったらそこですっとこう力が抜けたお。知らなかったらどうなってたのか。 いや私がそれ知らなかったらこのまま走り続けてしまって <laughs> ああってなってたのかもう今考えるとゾッとするんですけどやっぱり<ー>あの場所が場所だっていうのを私が知ってたんで、はいうん、あやっぱりそういうのってあるんじゃないのかなって、まあ、そういう霊的経験って私そんなほとんどないんですけど、うん、でもそこを通った時にそういう歴史上の好きなことはあのそれ知識として持ってたから、うん、やっぱりそういうのって何かここあるんじゃないかと。 ただ、私が1人で車で何回も通ってる場所なんですね、そこ、はいうん。で、1人で通ってる分には、昼間だろうが夜だろうが、全然そんなことなかったんですよ。うん、ということは、その霊感を持ってたっていう、その女友達が、うん、なんか自分がそういう気持ちがあるから、なんか呼んでしまったんかなとか、なんかそういう憶測を <laughs> あのしてたんですねしようとしたらですね。 はい、ひょっとしたらです一人で走ってたらど、特に何もなかったかもしれないけど、はい、あもう一人でも何回も経験してることですし、あのそこを通ってるっていうことはねで、何も起こってないし、で取り立てて、そこでなんかそういう事故があの当時多いということではなかった交通量はある程度、昼間は多いんですけどね、うんうん、ただ、夜は車バン,バンバン飛ばす車が多いですから、はいはい、ひょっとしたらそういう大きな事故をなんか起こしている人がいるのかもしれません。かもですねひょっと とししたら土、まあはい、土地も土地もだしっていうはいですからまあそういうなんかねあの歴史が好きでそういう知識を持ってるっていうだけじゃなくてやっぱそういうような霊的なものがあるっていうことも心に置きながら私はこ,こののまあそのはっきり言ってまあその近くに住んではいるんですけどまあそういう場所にいるんだなっていうことをちょっと頭に<う>と心に置いとかないかんのかなっていうふうに思った経験だったんです,ねゃ再確認ですよね。 はいそうですあなるほどこういうやっぱ場所なんだなっていうよような感じですよねはいもう皆さんも古戦場あちこち、ね、あの訪れられることはあるかと思うんですけどあの、まあ、おもしろ半分とかじゃなくてやっぱりなんか、ね、そういうあのお落ち着いた気持ちっていうかそういうのを持ってあの訪れはったほうがいいんじゃないのかなとかちょっとそういううに思ったりします僕自身古戦場とかそういったところにこう夜中は撮影しに行くっていうことは一切したくない。はい ないんですよやだからその熊本の原坂っていう有名なところ西南戦争の激戦地ですけど今でも銃弾の跡が残ってるとこですけどやっぱいろいろ心霊スポットうんぬんかんぬん言われてますけどやっぱあそことか行きたくないし戦地とか古戦場いっぱいありますけどんかんだろうなんかやっぱちょっと嫌っていうかだったら。 特に何も名のないとこ雰囲気すんげえマックスあるような <laughs> 別にここ <laughs> 見た目はすごいけど噂はないんだよねっていう方が <laughs> まあ 蓋開けてみたらすごい噂がある場所かもしれないですけどああそうですね <laughs>、うん、もう分かってるところでそういうところはちょっとやっぱ気引けますよねやっあそういうところに行って手も合わせていやちょっとだけ取らせてくださいっていうのは別にねえなまあ気悪くされる方もいると思うからあんまり嫌ですけどな、うん、なるほどねなんかちょっといろいろ考えちゃいますよね。 ここら辺はね、やっぱ考えないといけないとこなんだろうな、私もそういう経験があるんで、そういうところを、まあ、訪れる機会があるんであれば、まあ、ちょっと気をつけて、まあ、できるだけ行かないというんですかね、あの他の人のを見せていただくというか <laughs> いいと思ってます <laughs> <laughs>、まあ、昼間にね穏やかな気持ちで、ああ、いいとこだねみたいな、でも昔はいろいろあったんだなっていうような感じで、でねはい、歴史探訪という感じではいいでしょうけどね。 はい<ー>はいそんな経験いたしましたあ,ありがとうございますはいありがとうございましたまた、はい、よろしくお願いいたしますはいまたこちらこそ、はいはい、失礼いたします,すはいいらっしゃいませもし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 はいもし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 はい ダンカと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではでは、どんなお話でしょうか。えっと、あ、そういえば、うんあの話、話とは関係ないんですけど、うん、結構ここ最近やってますよね、配信。はい。ですよね。うん、やってる。いやそ、それに、昨日気づいて。はははは。はは。はは。 いや昨日あのー、海外から日本に戻ってきたんですよ。あそうなの海外行ってたのはい。それであ配信ここ数日たくさんやってるんだなと思って、はい、<laughs> それでなんかいっぱい聞かないといけないと思ってからちょっと楽しみも増えて。あの <laughs> いや月火水木,違う火水木金で 通常回、はい、通常回ルーレット1コア100物語で6日間投資でバーってやってるんでおそらく来,来月の頭ぐらいまで動画がわさって上がっていくんじゃないかな <laughs> か数多分20本ぐらいになると思うので動画は、はい、ちょっと編集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 また編集っていうので。 ちょっと <laughs> 頑張ってください。はい、頑張ります。一<ー> <laughs> コア行きたかった。あで今でも今も一コアでもいいんですよ。はい。あれでも一コアは一コア界に取っとかないとと思って。<laughs> な,な謎のこだわりネ。ネタをちゃんと持ってかない。ね、いや一コアの方がその持っている本質的に多いから。ああね。<laughs> ちょっとこだわりがあるわけですね。そうです。じ <laughs> ゃ <laughs> じゃあ,じゃあ今日どんなお話でしょうか。えっと。 まあ、不動産屋に勤めてた方から聞いた話で、家を借りるときにお世話になった不動産の営業マンで中園さんという人がいるんですけど、はい、あこれカメラで大丈夫なんですけど、はいはい、仮にですねこの中園さんっていう人が言うには、事故、はい、物件っていうのは、うん、こう入ったらすぐに分かるらしいんですよ、彼は。うん、っていうのも、 その自己物件に入るると必ず黒いい人間が見えるらしいんですね。うん、で初めて見た時はその全身黒タイツの人間が家に不法侵入してるのかなって思ったらしいんですけどはい、はい、なんかその黒タイツが全くびくともしないし、うん、なんかその時は同僚と2人で物件に来たけど、うん、その黒タイツに同僚が気づいていないもんだから何、うん、かそれが幻覚 要は自分だけにしか見えていないっていうのに気づいたらしいんですよ。はい、で、えっと、黒い人間を何度も見るうち、その黒い人間が現れるのっていうのは、すべて彼が勤めている不動産屋にあるブラックリストみたいなのがあったらしいんですけど、<う>そのブラックリストに入っている家だけにしか現れないっていうのに気づいたんですね。うん、でそののブラックリストっていうのが その自己物件をまとめたやつだったらしいんですよ。別に、うん、その黒い人間っていうのは中園さんに見られていることにはこう気づいてないみたいで、はい、それで特別こう危害を加えられたりすることもなかったらしいんです。はい、である日中園さんが扱っている物件を お客さんに紹介したんだけど、うん、なんかそこでも黒い人間を見つけたらしいんですね、はい、でもいつもより人数がめちゃくちゃ多かったらしくて、うん、通常だと黒い人間は1人か2人で、はい、2> まあ多くても3人とかだったらしいんですけど、はい、その物件には20人以上はいたんじゃないかって言ってましたそのに 細かい数が分かんないのはその途中まで数えてはいたらしいんですけど、うん、その自分が黒い人間の数を数えてるっていうことをその黒い人間側に気づかれるのが気づかれるんじゃないかなと思って怖くなったらしくてそれでも10人ちょい数えて数えるのはやめたらしいんですね。うん で物件案内を終えて営業所に戻って、うん、で先ほど言った物件にどんな違くがあるのかなと思って、うん、あのブラックリストの方を見てみると、うん、その物件が掲載されていなかったらしくて、うん、で先輩にこの物件どうなんですかみたいな風に話を聞いたけれど、うん、やっぱり違くとか事件っていうのはなかったらしいんです。うんうん、でそれからすぐに 紹介した一家、えー、と物件を紹介した一家、まあ、家族ですね、うん、一家がその物件に入居したんだけれども、うん、まあ間もなくしてなんか一家心中がその物件で起きたらしいんです<っ>で。中園さんは自分が過去に曰くのあった場所だけじゃなくて、うん、なんかこれから起きる惨劇っていうのも、うん なんか分かるようになってしまったんじゃないかっていうふうに思ったらしくてですねそうですね<う>それからまあそれとは別に、うん、ある出来事をきっかけに彼は不動産、うん、不動産業界を辞めて、うん、それで今は全く違う業界ので働いているというお話です。 そっちの方はなんかそういったようなことにこうまあ災れるようなことは特にはない業種なんですかね。そうですね。彼がその黒い人形を見るっていうのが、うん、その建物の中というか、うん、その住居の中らしいんですよ。うん、だからこう街を歩いてたりして会うとか、うん、買い物をしているときにこう見つけるっていうのはないらしくて。 ただ人が住む場所みたいなところに入ると、うん、やっぱ黒い人間を見てしまうっていうのでその彼が不動,産不動産業界を辞めたきっかけになった出来事っていうのもやっぱりそういうもので、うん、その件については、まあ、いつか話したらなっていうふうには思うんですけど。 えー、それ、すっごい簡単にまとめると。いや、彼の。そうなのまとめちゃうの?いい。まとめちゃうのもったいないよ。すっごい簡単にまとめると。もったいないと思う。もったいないと思うよ。もったいないと思うよ。じゃあ、やめてきます。<laughs> 次の機会でいいと思うよ。わかりました。やめたきっかけがなんかあるわけですね。そうです。ああ、いや、それはちょっと楽しみにしときましょうよ。楽しみっつったら楽しんでいいのかどうかわかんないけど。<laughs> <laughs> あまあ業種が違えばでも結局は何か建物に入ったりっていうようなことがあるからやっぱりこう避けられないのかもねひょっとしたらね100%避けることはちょっと難しいのかもしれないですけどね。でも業界を変えて働き出してからはその最初こそ黒い人間は見えたけどでも今はもう全く見えないって言うんで。 やっぱり環境でその見える見ええるう,う,、ね、ういったようなも、まあ、かんまあそうね働いてる環境だとかそういったようなものはきっとあるんだろうなおそらくあんまり聞いたことないけど病院勤めてていろいろあるから辞めてった人とかでもう何にもそういった場所では見なくなったっていう人もいる,のいるかもしれないしなそういったパターンはあるんだろうな逆もあるんだろうな。 行ったら見るようになったとかっていう人も逆もいるかもしれないしな黒い影っていうと、うん、なんかこう病院に出るっていうじゃないですか、えー、なんか死ぬ前の人が見たとかまあよくあるけど病そうねまあまああるけど病院だけじゃ全然ないからあ本当ですか全然病院だけじゃないむしろ道端とかもすげえ多い。えー えー、うん全然あるあるあの人の家と普通の家とかでこれ<あ>黒じゃなくて白もいる,るえ白。白その色の違いってあるんですか危険性みたいなの、うん、あのね白の方がちょっと怖いええー、<laughs> 黒は基本なんか四季が違う人の周りにいるっていうような ななんかなんていうのかこう知らせっていう気がするんだけど確かこれ前にもあったよ前にも言ってたよね白何回かあんだよねで白はなんか連れてくっていう気がしてなんかこう分かんないですよただ俺の印象的には白ちょっとやばないっていう感じがする。あそうなんですね わかんないそよこれは僕んとこに生きてる話とかでちょっと白なんか変だよねっていう話を結構前かな、うん、半年1年とかの前だったかなちょいちょい白がい,い,いるんですよあのー、多分まあアーカイブ多すぎるからちょっとあれだけど <laughs> いてねでやっぱちょ,ちょっとね白の方がねなんかねちょっとね連れてくとか。 そういういいい意味合がが強い気がするしあの黒とか死神みたいなことなんかあるけどあれ連れてくんじゃなくてそ,そういうなんかまあ最後のこう見守るっていうようないるっていうような知らせっていう意味合いがなんか強い気がしてでもまあ個体差にもあるかもしれない見てる人たちの差はあるし出来事の差はいっぱいあると思いますけど、まあ全ね、これ一概には全然言えないですけど確かに黒も白もいて。 で場所は病院には限らず至る所にいるはあうんねえちょっとだからいつ何を見るか分かんない一回サムネになって俺,俺のトツマチのサムネに合ってるやつもあの黒い影でそれは道だからね、はい、うんえ80何話70何話かな あのー、俺唯一俺が今まで撮ってきた写真を基本的に使ってるんだけど1その1回だけはその話に出てきた状況を絵にしてくれたのを送ってもらったからそれをサムネに使ってるやつがあるんであじゃあそれ見ますそれはね道で出てきたその黒いなんちゃらかんちゃらっていうやつそれで結構気持ち悪いんですよ。はい うん、ちょっと探してみさあこれサムネイゃ全然違うっていうやつ <laughs> 見たら多分分かると思うまあ凸、うん、終わったら早速見てみますちょっと見てみた見てみたらいいと思いますありがとうございますはいじゃあありがとう、うん、またねちょっと一コアの時かあとはそれの時にでもまたぜひぜひはい,はい頑張ってください頑張ります <laughs> 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 ありがとうございました ありがとうございます。ーはいどうも。はいもしもし。あこんばんは。はいこんばんは。あ聞こえてますでしょうか。はい聞こえてます。はいすいませんありがとうございます。名前はアルマジロと言います。アルマジマジロ。ひらがなカタカナ。カタカナで大丈夫です。カタカナですね。 は,い、はい、よろしくお願いします。まず、と、初めてなので。気楽にお願いします。はい、<laughs> えっと、僕の古くから、えー、付き合いがある友人のお話なんですけれども。はい、ええー、まあ、小学校の頃まで、えー、ちょっと話が遡るので、十年、もう十数年前ぐらいになるんですけど。うん、ええー、友達が。 えーまあ、僕と一緒の小学校になので、うんえー、放課後とかずっと、えーまあ、遊んでたっていう感じなんですけど、うんまあ、とある、えー、土曜日の日だったと思うんですけど確かにい,、はい、いつも待ち合わせに使ってる公園に、えー、その友人が来なくて。 えー、ちょっと遅いなと思ってたんですけど、うん、遅れてその友人が来まして、ただ、はい、なんか来た様子がちょっとおかしかったので、なんか暗いというか、うん、いつもと違う様子だったので、はい、何かあったのって聞いた時に、来たお話なんですけど、はいはい、まず、えー、その前の日も僕と友人は遊んでたんですね、はいえー、夜の6時ぐらいまで。うん、で、えー、友人が家に僕と遊びようって帰ったら、うん、まあ家族がいつもいるんですけど。はいで 母さんとか父さんとかいつもいる予定だったんですけどいなかったと、で、うん、あ、そうだ、あのばあちゃんちに今日行くって言ってたなと、うん、夕方ぐらいに、はい、家族でみんなで、ただ、あの友人はボクターソントに夢中になってて、その約束を忘れてたらしいですね、うん、ばあちゃんちに行くっていう予定を、うん、なので、えー、完全に置いていかれた形になってしまって、ひと、うんえー、晩、まあ、家で留守番っていう形になってしまったらしいですね。はい まあ小学校高学年なので、そんなにばあちゃんちも30分ぐらいっていうこともあったので、そこまであの大したことはないということで、そいつはそこまで気にせず、家でゲームなりしてえ遊んでたらしいんですけど、夜も更けて、夜の12時ぐらいになって、そろそろ寝ようかなと思って、夏だったんで、扇風機つけてたんですけど。 うんまあ、結構暑かったので、ちょっと窓際に行って、涼、えー、もうかなっていうところで、うん、え家の自分の部屋の窓を開けて、えーまあ、5分ぐらい涼んでたらしいんですね、風もちょっと入ってきてたので、涼、はいえー、んでいて、もうそろそろじゃあ寝るかと思ったときに、はい、地面が えーまあ、自分の目元から下の地面の方からいきなり突然何ですかね表現するとちょっとよく分かんないんですけどニュ,ニュル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 っていう表現が合ってるか分かんないんですけど、うんうん、下からスーッと,とおばさんの生首が上から地面からスーッと上がってきたと。うん、で自分の目線のところまで上がってきて。うん、で友人も な、一瞬何が起きてるのか分からなかった。うん。いきなり自分の目元まで生首、上、首から上の生首が上がってきて、えー、自分の目の前にいると。で、それが、言葉が出ず、えー、びっくりしてる状態で、う,ん、うん。まあ、その首が徐々に自分の方に近づいてくるらしいんですね。お<ー> <laughs> で、それでびっくりし、 しししたたんでですすけけど、まあうん、硬直して動けなかったらしいですね、うん、で徐々に徐々に距離が詰まってくるときに、うん、あこれやばいと思って、まあ、ほ僕北海道に住んでるんですけど、はい、北海道の家って、えー、内窓と外窓で二重になってるんですね。はい、なので、えー、内窓を閉めて外窓,あ外窓を閉めて内窓を閉めてという感じで、えー、すぐもう首が近づいてくる前に閉めたらしいんですけど。はい 外の街灯に照らされて、首がどんどんその窓に近づいてくるのが分かるんですね、締めだ、はいまあ、から大丈夫だろうと思ってたんですけど、ぎりぎり窓来たところで、ピッとあの首の,その近づいてくるのが止まったらしいんですね。でまあ、何もしてこないのかと思っていたら、その数秒後にその窓が揺れ出したらしいんですね。ガガガガタ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 ,ガタと、はいで おと思って、えー、なんかこの首が揺らしてるのかなと思って、ちょっと怖くなったんで、はい、えー、布団をかぶってですね、はい、あの、収まらないかなと思ってずっと待ってたらしくて、うん、まあそこまで時間がかから、やむのにかからなかったらしいんですけど、5分、10分ぐらいしてやんだらしいので、はい、あもういなくなったかなって思って、パッと窓の見たら、首が、えー、まあその子の家が、 平屋だったので、うん、あの首がずっと自分の家の,です、ねあのまあ、横と言いますかその移動していくのが分かったらしいんですね。はい、あの外に照らされて首の影だけが見えてるので、はいえー、外をずっと、えー、回っていくのが見えると。はいでえー、多分向かっていくのがあのその時 直感で玄関にこいつ来るんじゃないかっていう風にそいつが思ったらしくてなんでそう思ったかっていうとえ玄関の鍵を閉めていなかったらしくてえ玄関から入ってくるんじゃないかっていう風に子供ながらに思ったらしくてダッシュで玄関まで行きまして鍵を閉めてえまた布団にくるまってえーじっと待ってたらしいんですけどえその数分後ぐらいに。 家のドアノブをカチャ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 っとする音が聞こえると、はい、でやっぱり玄関から入ってくるつもりだったんだと思って、はいえー、ずっと様子を見てたら、はい、今度はそのドアノブが回らなかったことに、その幽霊が起こったのかわからないんですけど、はいえー、家の多分全体の窓がもう揺れるような音になったと、はい、ガタ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 ガと。 もうそれにも怖くなってしまって、はい、えまたもう布団にもずっと車った状態で、うん、え朝まで早く来ないかなと思って、えー、いたら、まあなんか死んで、なんか幽霊が出てくるお話のありがちな感じなんですけど、うん、え気づいたら寝てしまっていて、うん、え朝起きたら、うん、ちょうど家族が帰ってきたところで、あんた布団に車って何してたのって言われて、 いやこういうことがあったって言っても、やっぱり家族は信じてくれないらしいんですね。はい、で、あのー、そんなこんなで、えー、疲れ切った中、えー、ほとんど寝てたんですけど、寝てないような、えー、疲れ切ってた感じで、えー、僕の、僕と約束していた、えー、時間になったので、すごく暗い感じで、えー、その友人は来たと。はい、で、正直僕、この話聞いたとき、小学生だった。 ということもあっって、はい、あんまり信用しなかったんです、ねはい、あの幽霊っていうものも自分で見たことがなかったので、うん、なんか嘘ついてるのかなとかってちょっと思ってたんですけど <laughs>、うん、はいちょっとまあその数年後にあの高校になってからですね、はいえー、まあ、とある場所であのその友人とまた違う友人がいる場で、えー、こいつこんな経験をしたんだよっていうことを、えー、その違う友人に ちょっと話したことがありまして、うん。で、その話した後はめっちゃクレージャーみたいな話になったんですけど、はい、でまあ、いざその友人と、えー、もう一人の友人で別れて、その怖い体験をした。友人と一緒に、えー、自宅に帰るっていう時に、はい、あのその友人に僕すごくキレられたんですね <laughs>。あの、<う>この話お前にしかしてないといや、僕にしかしたことがないらしくて、はい、えー。 信用してお前だけに言ってたのに<ー>あのこういう話を違うやつにされると、うん、なんかお前と友達でいたくないみたいな感じで言われてしまったんですね。<あら> <laughs> で僕も正直そんな友人に怒られるのが、えー、ほとんど初のようなもので本当に怒らない友人だったんですね。はい、ずっと十数年間小学校から高校までずっと同じ学校の友達で陶芸家もずっと一緒の。 ほとんど一緒に行ってたんですけど、うん、初めてそんな風うに、まあ、拒絶というか怒られてしまったので、うんうん、ちょっと僕もごめんって言って謝って、僕も未だに幽霊とか見たことはないんですけど、うん、まあそういう見える人には見えるんだろうなと。うんえー、ただ自分が見ていないだけで。 うん、あのちょっとそういう、まあ、バカにする心というかそういうのはちょっと持つのはやめようっていうふうに、えー、改まったっていう思い出があるっていうちょっとお話なんですけど、はあまあ、ち二重でちょっと怖い <laughs>、まあ、ちょっとこ、まあ、怖い違いも、まあ、ちょっとあれでしたねまあ、まあ、別に、ね、そんな <laughs> バカにしようって気はなかっただろうけどはい。 まあ、いや、こんな怖い話があってさって、ある意味、それが怖いと認めているっていうことだし、はい。だからこんな話があるんだよっていうようなので、まあ、時間も経ってるからっていうところもあったんでしょうけどね。はいあ。まあ、しゃあないかな。うん、そうですね。<laughs> まあ、その友人がこの放送を聞いてないことを祈るのみですね。聞いてたから。<laughs> <laughs> 怒られてしまうのでち,ちなみにあもう今,今も、まあ、付き合いはある今はほんとに1年に1回ぐらい連絡取るぐらいしかもう関わりが合いがないのでああそうなんだはい高卒業してからは<じ>はい<じ>じ実際も怖いのとかもうあんまり怖いんじゃない怖いのとか嫌いっていう感じなんじゃないですかねそ,その子がってことですか あんまりなんか霊感自体はあるみたいなので、うん、なんかちょくちょくバイト先でも、えー、いろいろな経験をしてきてるみたいなんですけど、はははいはい、はい、はいまあ、自分から喜びさんでこんなの聞くってことはあんまないんじゃないかな、<laughs> 大丈夫かな、<laughs> <laughs> そうですね、いいまああの <laughs> 多分聞くことはないと思うので、ね、LINE が来ないことを祈ってます。ねいいや状状況は状況はでめちゃめちちゃゃ怖いし はい、そ,そもそも一体全体何なんだかよく分かんないしそうですね、んなんかその友達の家の近くで、えー、そういう、な、ま、ん、あ、ですか、自殺だとか、うそういう首吊りをしたとか、そういう話自体も聞かなかったらしいので、僕自体も家が近いので、そも聞いたことがないので、まあ、それもあって、僕はん、まあ、あまり信用してなかったってところはあったんですけど、ちょっと。 怒られたっていうのがあって、うん。ああ、まあ、そういうこともあるのかなっていうふうに、ちょっと思ったそうでしょうね。まあ、し、あの、あんまり信用してる人とかに、やっぱ、話すでしょうからね、こういう、この手は頭おかしいと思われちゃう人もあったりするから、<laughs> はい、だから、まあ、そういったところで、いや、ちょっとさ、ってなったのかもしれないですけどね。そうですね。<ー>ちょっと怖かったです。いろいろ。ね、<laughs> いや、ありがとうございます。 はい、すいませんはい、いや、いえ、どうも、ね、またよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、どうも、はい、失礼しますはい、ありがとうございます